えー、12月23日第61回ということで今週は、はいえー、石井プロとフードさんにこの後登場していただいたということで,で、はい、久々フード久々ですかねそうですね、はい、週間お休みいただいて,たてそですね、はい、で,で、まあ、今週あったことなんですけど、まあはい、トパちゃんはこの後フードさんにあのお話ししてもらうとして、はい、まあ特に大きなあの一大イベントはなかったと思うんですけど、うん、どのような1週間をお過ごしに 今週はですね、まあでも変わんないですよね、スト5やって配信してですからね。そうですね、まあ、スト5はもうファン、うん、ホンダがなんかレギュラー化してるような、そうですね、今そういうか、5、うん、号機も最近にやり始めましたけど、で,ね、でもまあそんな感じですよね。はいちなみに今日あの最近言わなくなったんですけど、はい、クリスマスイブイブなんですよ。っ <laughs> そんなこともあるんですか <laughs> 昔結構言われてたイメージあるんですけどね、でなんかあのクリスマスの思い出とかありますか、はい、クリスマスの思い出は、パッと言われると出てこないです,ですね。<laughs> なんかクリスマスで、はい、あの買ってもらって、記憶になんか印象に残ってるものなんかね、誕生日とごっちゃになってんですよ、はい、多分 あーそうなんですか。そう。誕生日も買ってもらえたんで、うん、クリスマー、ああ、でも、ああ、いやーどっちだったかな、うん。でも、曖昧ですね。でも好きなイメージ、なんか楽しかった思い出はありますけど、うんうん、なんか具体的にこれって言われると、出てこないですね。なるほど。うん、ちなみに、我が家なんですけど、まあ、男3人兄弟なんで、はい、クリスマスといえばですね、うん、あの一大イベントなんですよ。それなぜかとといますフ、はい、ファミコンソフトが、はい 一気に3本増えるんですよもうだからもう、うん、そのクリスマスで3本増えたのを年末年始やり尽くすみたいななるほどなのでもうなんか正直毎年何もらったかまで覚えてるんですよねあすごいですねそれもねそうなんですよであの一番その大問題になったのがですね、うん、1985年私5歳なんですけどはははいはいはい、はい、あのー 次男が筋肉マンマッスルタクマッチをもらいまして、はい。赤いカセットですよね。そうなんです。そうです。うん、まあ長男がマクロス。ではい、あの僕はあの基本ゲームを選ぶ。あのセンス全くないんで。うん、お化けの九太郎みたいなそうです。いやいや別にお化けの九太郎が <laughs> 悪いみたいになっちゃいますけど、それだとね。<laughs> いやいやいやなかなかの、なかなか幼稚園児には難しい。ゲームでまあ難しいので有名です、ね。なるはね。はい。そうです。はい、その基本アニメとかそういうキャラに。 に引かれて買っちゃって大体失敗するんですけど、どうん、そのマッスルタックマッチが来てですね、まあ、兄弟なんで対戦するじゃないですか。そうです、ね。ではい。うん、で、まあ、ちなみに知ってますマッスルタックマッチは。あのー、中身は。わかりますか何、あのーうん、でしたっけボードマンが強いんですんか、うん、あっちか。ブロッケンか。うん、そうなんです、ね。もう今コメントにも書かれてますけど、ブロッケンの毒ガスみたいな、うん、飛び道具で。 一、はい、回食らうと延々とはめられるみたいなああそんななんかはめがあるんですねそうなんですよはいまあしかも同キャラ対戦ができないんで、うん、あの取った方が勝つみたいなんでなるほどでまあ兄が,か兄が取って兄が勝つと僕が泣き出して、うん、喧んになってボコボコにされる <laughs> で僕が取って僕がっ勝ってあお煽っちゃうじゃないですか子供なんでじゃあボコボコにされるみたいなんで <laughs> どっちにしろ喧嘩になって泣く最後泣くみたいな思い出なんですよねもうするタックマッチはもう我が家の火種でしかないみたいな、うん、はいでしばらくするともう僕もやらなくなるんですよもう結局最後泣くだけなんで、うん、でってなったら兄があのじゃあブロックンはなしにしようと、はい、もうお互いブロックンなしだみたいな感じでこうあのそういう平和なタックマッチが行われるんですけど それでもまあ勝ち負けついてくるとどっちかが裏切ってブロッケンを使って喧嘩になるみたいななるほどそういうなんかまあ結局スト2の時もなんか、うん、兄弟でやると最終やっぱ喧嘩になるんですよね喧嘩になるんです、ね、ま,あま,あまあ僕とかもう四次男と4歳差とかなんで、うん、まあまあまあ絶対勝てないじゃないですかそれで大体あの <laughs> この筋肉マッスルタックマッチといえばもうあなんか 殴られた記憶しかないなみたいな。ああ。になって、リアルプロレスになるみたいな。そんな思い出がクリスマスです。なるほど。お後がよろしいようで。いや、じゃあよかったです。よろしいです。いや全然、全然今日一日考えた割にはダメだ。一日考えたんですか一日クリスマスネタで何を投げるかで。なるほど。なんか、ちょっと最近この。 はい、翔平さんのチャレンジコーナーが結構楽しい、そのそのット自体がちょっと楽しくなってきましたね、<あ>俺は。ああ、よかったです。<laughs> そう,もう。俺はもう投げ続けますよ、もう来年も。ちなみにこれあの、あと5年分ぐらいクリスマスのプレゼントネタはあるんで、あそうなんですねとラジオ続けましょうと。まあでも、はい、そういうのも結局、やっぱ離れだったりとか。 試行錯誤を繰り返すということしかないですからねやっぱりねまあそうですねもうチャレンジしかないですからチャレンジしかないですからねまあ前捨ては基本我が我が宗派では良しとされてるんでありがとうございます梅原京では梅原京良しとされてるんで来年もよろしく前捨てをさせていただどんどん前捨てしてくださいじゃあちょっとここでフードさんと石井プロお呼びしたいと思いますよろしくお願いします おじゃす、おは、おじゃす、さんです。どうもどうも、海老名です。ここから、もうメールあたっぷりありますので、はい、お三方にお任せいたします。はい、どうも。はい、お久しぶりです。しょさんのやばい枕で登場しましたけど、あの逆にちょっと癖になり始めてますね僕はこの枕が。かなりいいですよどこもなんかこう起伏があんまないのがすごい逆に。 逆に癖に癖ななるっていういなんか俺たち面白いこと言おうとしてしまう癖があるじゃないですか、うん、それよりは全然いいと思います本当にでも今の話ははいどこがピークだったんですかね翔平さん的にはねそれはまだ残ってるんじゃないですかピークいやさすがに1回で終わらせるでしょ <laughs> <laughs> なんかすごい長い物語かなと思いました <laughs> <laughs> まだ木気象点結の木まプロログル,ル,ル,ル。なけな、おい。長いなぁ。まあ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 。あのー、そう。いや、フードがね、久しぶりっちゅうことで。じゃトパちゃんでちょっとお休みをいただいてました。はいはい。いやいや、ね。俺もちょっと気を使って、はい、やめとくみたいな感じで、あ、じゃあちょっとちゅしますみたいな。はい、えっとそしたら、えっと、どうしましょうね、まあ。メールもたくさん来てますし。 えーフードのがいつもの質問があるっていうし、トパちゃんの話も当然するしっていうことで、どれからまあメールは後にするとしても、フードの話とそれかトパちゃん、どっちが先がいいかね。あ、じゃあ俺の先にして、ちょっとトパちゃんも絡んでるんですよ。なるほど。じゃあそっち先にしましょうか。はい、じゃあちょっと質問して、ちょっと。ちなみに、ごめんなさい、その前に、皆さん、音声大丈夫ですかその、聞いてる側。 視聴者側の2匹で。石井プロの声がね、やばいっていう評判で。うん。ゆっくり喋ろうと思ってますけど。大丈夫大丈夫大丈夫そうだね。あ,いいあー、大丈夫。ちょっと小さい。えー、っと、誰が小さいフードが小さいらしいです。じゃあ、俺がフードを上げればいいね。はい。はい。おお<ー>俺がフー,ドだ、ね、じゃあフードを上げます。それ以外は大丈夫かなあああ、石井プロでーす。よろしくお願いします。石井がちょっと大きい で、こっちで絞るよ、じゃあ、ちょっと。いや、いやいや、こっちで絞る。こっちでいけますよ。うん、OK。えー、ドょス。はい、はい、はい、はい。まあ、でも大丈夫かな。こんなもんやと思うッケー OK、OK。はい。じゃあ、はい。えー、そうですね。行きましょう。じゃあ、ちょっと、梅原さん、翔平さん、石井プロさん、いつもラジオ楽しく会場させていただいてます。 格ゲーマーで人生の岐路があったら梅原に相談しろって言葉がうちの業界にあると噂を聞いたので、自ンの話ですが、梅原さんに相談をしたいと思います。今回、私、フードはトポちゃん2位になりました。はい、正直、お払いに行った方がいいのかなと考えました。その瞬間、完全にフードのが働いて、いや、お払いしたよりすると2位にもなれない可能性あるから、お払い行かない方がプラスじゃねみたいな。なんならこれをままでよくないかと恥ず,恥ずかしながら思ってしまいました。 うん、梅原さんの考えを聞きたいのですが、梅原さんなら、お祓いに行くと2位じゃなく,なく違う結果になる。うん、今日お祓いに行かなかったら2位になる。うん、その代わりまあ1位になるのは難しい。うん、この選択肢、どう選ぶす, <laughs> すごいす。思考 <laughs> 実験、急に。<laughs> うん、<laughs> すごい質問だなちょ。ちょっと待ってね。今、ちょっと音も調整する、はい。ごめんなさい。えー、っとフードは、ね、音を上げました。そしてはいはい ええー、石井プロはちょっと下げればいいかな。はい。はい、はい、フードです。フードです。フードです。こんなもんかな。石井プロです。石井プロです。はい、ちょうどいいかな。これ、でちょうどいいかな。これ、結構ね。実は、俺の中でオカルトじゃないなって、ちょっと思った部分もあって。ほ<う>ちょっと先に、ちょっと、梅原さんに、この、今。まあ、あれですね。えっ、ー、と、お祓いに行くと。えっ、ー、と、二位じゃなくなるよ。うん。 ビリかもしれないよとか、うなるしないよって、うん、まあお、お払いに行かないと、まあ、このまま、今の結果ですよっていうもい、この択みたいな、あのー。この話の焦点は、えー、とまず、そのお払いは効果があるという前提で話を進めるべきなのえっとね、うん、じゃあ、そうしましょう。じゃあ、お払いというものがちゃんと効果がある効果が。 お払いは本当に効果がある。効果があるという前提で話をする。で、えー、お払いをすると、えー、1位になれるかもしれないし、うん、もっと成績が悪くなるかもしれないと。そう。うん、えー、っと、うーん、俺だったらどうするかだよね。そう。いかない。 でもそれは、それはね、うん、あの、いかない理由は、うん、えっと2、2位でいいじゃんって思ってるからじゃないんだよね。うん。だからこそ自力で1位になってやるって思う、ボールは。もしその、本当に何か呪,わ呪いがかかってたとして、うん、呪いに勝つって思う、多分。ああ、なるほど。この形で1位を目指してやるみたいな。うん、そ,うそ,うそうそうそう。そこで、 あのお祓いの力に頼りたくない。なるほど。そうだからいかない。うん。うん、あれか、自分の実力じゃなくなっちゃうじゃんっていう。そう。せっかく1位取ったのに、頑張ったの自分なのに、神やん<う>みたいな。そう。それが嫌だっていうこと。ただ、えっと、うん、本当にもう、絶対にその人間の力では抗いようのない、決まりごとで2位なんだとしたら、 お祓いだってそれはね可能性がある方が楽しいから神様が降臨してきて登場現象でこう説明されたらまあ2位になるしかないって言われたら,、うん、だらこれって要するにだから、えっとまあ、お祓いっていうのはまあ比喩表現って考えて要は、えっとえー、2, 2位じゃなくなるかもしれない取り組み をするかどうかって話だと思う,、ね、うそうなんですよそうなんですよそこなんですよこれお笑いはまあ、ね、そ,うそういうことだよね、うん、だから今の取り組みだと、まあ、少なくともこの日本の格闘ゲーム業界では、えーとまあまあ、なんならある意味一番安定してるわけだから成績っていうことで言うとうん、うん、だからこれを取り組み続けてれば何かしらのこう革命が起きない限りは安泰で2位ですとずっと、うんまあ まあ上位な、ねね、まあそうそうそう。で、それをわざわざ捨てるのか、まあ、要は殻を破って、棋、まあ、士と出るか、京と出るか、でその爆打を遊びだったら、まあまあ、別にやなんか新しいことやってみるかっていうのもあるけど、まあ、仕事だし、うん、ある意味で、まあ、任意をキープするっていうのも、見方によってはめちゃめちゃ仕事に うね、プロっぽいとも言えるわけで。仕事、えー、にって言われる人ですよね、ほんに。だから、俺は性格的に新しい方っていうか、そのまあ、可能性のある方が楽しいなって思うから、今の話で言うとねその、まあ、新しい取り組みをする。うん、っていうか、まあ、俺はそうさ。だってヒットボックス使ってんのもん。まあそうっすよね。うん、俺は絶対そうさ、まあその。全然勝てなくなる可能性を込みで選んだチョイスですもんね。これね結構なんか 最初お祓いから俺もスタートして、よくよく考えたら、例えばこれ、今使ってるキャラ全部変えると本当にそれこそ、今だったらユリアンとか、セスとか、ガエルとか、ゴーキとか、上位のキャラって俺、結構、なんだろう、使うとしても結構、色物キャラが多かったんですよね。それの集合で、なんかこう、安定して勝ってるみたいなやり方だったんですけど。 そ全部ら全部取り組んだらこれどうなんのかなって思って、うん、全然勝てなくなる可能性とかめちゃくちゃあるなと思ってまあっていうか勝てない期間はあるだろうねどう,どう少なく見積もってもうんなんで、うん、そこら辺がちょっとねこうどうなのかなって考えたんですよねめちゃくちゃ難しいとこだよね正解がないと思うそれに関してはそうなんですかの、うん、っていうかそのこれって別にその例えばえっと えそうだな、じゃあ、食い物屋があったとして、で食い物屋が、まあ、100年以上前から続くし老舗で、でまあ、伝統の味を守ってて、でも、その味がもうちょっと、まあ、古いっていうとちょっとね、あれだけかわいそうだけど、現代人には受けなくなってきてるっていう、それでも、うん、まあでも、一定のファンがいるから、あの、同じ味を守っていきますっていう、この話と、この今の話ね、この今、例えに出した話と、 その2位で安定っていうのは、実は全然話が違ってて、フードは多分時代に適応してるんだよ、ちゃんと、うん。多分っていうか、絶対死体適応してて<ー>。で、適応のし,してるんだよだ。変化もしてるし、進化もしてるんだけど、だけど、取り組みのちとして2位になりがちだよねって話だと思うんだね、うん。これは俺は俺のやり方変え、そのなんか伝統のこの形を変えませんよじゃなくて、まあゲームなんて進化するから当たり前なんだけど、その、バランスよく自分のペースでやるが、やると2位になっちゃうっていう。 ことだから、うん、でも俺は、うーん、例えばど,どういう取り組みがある、具体的に、その今の取り組みを変えるとして。いや、えっと、なんか取り、まあ、さっき言った感じなんですけど、要するに、今の,の感性を変えちゃう、うんまあ、ニューフードとかもまあ近いんですけど、要するに感性を変えてみる、すごい厳しいじゃないですか。 うん、それってこんなもう35とかで。そうだね。要するにそれをやると2位じゃなくなるなと思ったんですよ。まあそれは変化で言うだろうね。それどう転ぶか分からないけど。2じゃなくなるっていうのがまずすごく重要なのかなって考えて。俺のでも思うその、うん、あのね、これね、えっと、結構麻雀とかでもある話で、あの、 2位になりやすい打ち方ってやっぱあるのよ。うん、はいはい。えー、いや、誰か不得手たつってやった場合って話ね。うん、で、2位を取るって、やっぱりある程度、展望を持ったら、もう、えー、降り,りまくるってことなので、そうすると、2位はほぼ、だいたい取れるっていうか、うん、ただやっぱりル,ル,ルールにもよるけど、やっぱり1位取らないとダメっていうルールが多いから、あのそれだと、どうしてもこう、どっかでプレースタイルを改善しないと、あの、 本当の上位っていうか勝ち組にならないみたいなあことって結構あったりするんだけど、ただこれってどこまで言ってもルールの話なんだよね。まあそうですよね。例えばじゃあカプコンカップのルールが、じゃあ今って優勝が、まあ。2500とかね。ああ、本番はそうだね。本番は2500とか、アバイオちゃん3000とかだけど、うん、じゃあまあもっと小さい、あのその辺のし、まあ、プレミア大会だとして、うん、1> で1位がじゃあ今100万ぐらいだけど、 その比率が変わって、1位70、2位30だったら、逆にフードって2位、2位を取るゲームだって思いそうな気がするんだよね。アベレージ見ちゃうかもしれないですね。そう。うんだって2位、2位3回が1位1回より偉いわけじゃん。まあ、まあ、ちょっとそれだと弱い感じもするけど。うん、そう、だから結局ルールなんだよね。取りますからね、トパちゃんで。そう結局、その、そ<う>あの、仕事っていう言い方すると、まあ。 ルールに結局、よって変わる。うん、ルールに依存してるから、うん、さあどういうその、なんて言うんだろうな。で今って結局2位ばっかだけど、たまに優勝もするわけじゃん。しました日本。日本代表になります日本代表になったりとかで、ね。<laughs> だから、<laughs> あの、たまに優勝できて、2位率めちゃめちゃ高いって、すごいじゃん。超いいことじゃん。そうですね。うん。だから、そのスタイルを捨てるとしたら、まあ、ローンだよね。 正直、今の現状のルールだと、<laughs> ロマンとか、まあ、あとは、まあ、そうか、特に今年はあれかその、優勝しないと CC に行けないっていう年だったから、なおさら、その問題提起というか、本当におのるスタイルでいいのかなって思っちゃうところもあると思うんだけど。あと、今年は考える時間が長かったですね。前はなんか、そういうのもなくて、うもう毎日大会だったから、まあなんか。 なんだろうそこそこ勝ったら嬉しいなみたいな感じだったんですけど、やっぱすごい期間が空くから、変えれるチャンスかもしれないなみたいなのも思った。ああ、そうだよね。まあ、来年も多分しばらく日本のしねそれなぁ、難しいよなぁ、うん。結局でも自分が決めるってことじゃないかな。だって俺、俺だったら絶対もう問答無用で変えちゃうから。そうですよね。そそうだから結局それは ードが決めるしかないと思うけどね正解はないよねただ今年はちょっと特殊で優勝以外の価値が例年に比べて低かったから余計そういうふうに思っちゃったかもしれないけど今日一応賞金を押す <laughs> あ本当今年のあそうなんだ逆にい意外だなと思ったんですけどあ、えー、あええあだから優勝の価値がちょっと難しかった年なのかもしれない、うん、なるほど まあ CC とかのことは一回置いといてって、ね<然>ねね、ことで、うん。ああ、なるほどね。まあでもそういうふうに思ったってことだよね。逆とか、うーん、すごいタイミングで思ったね。<laughs> こんな年になって思ったんだ、それは。あいや、えっと、うーん、まあ、トパちゃん前回の2は、うん、2> まあなんか、 広いものだなと思って今年はなんかすごいまあ悔しかった2だったんでうん,うんみたいな超こう、まあ、悩みまではないですけどうんと、うん、だからお,お払いからあ実はこれお払いとかそういうオカルトじゃなくて、うん、こ自分のこう行動で結構いけるかもしれないなみたいなうんそふうにいったんですようん、ね、なんか選ぶのが難しいなとはまあそうよね だからまあど,どっちかだよね、だから今の状態で2位になって、今のやり方で2位になって、えー、する悔しさと、えー、プレーというか、取り組みを変えて、3位とか4位とか、もしくは予選抜けれないことの精神的なそういう苦痛、うん、どっちが辛いかだよねまあそうっすね、まあ別にこのままでも2位を安定して取れるかなんか、俺もう毎年、運だと思ってるんで、うんまあ、あんま変わんないのかなとも思ってるんですよ。ううんんってすごいい難しいと思うんでね まあそうだね。まあ水もんだからね、どこまで行ってもね。まあ、っていう感じの質問です。なるほど。うーんまあ、それは結局自分で決めるしかないよな。いや、けど、このお払いからすぐそこに到達して、うん。さすがやなと思いました、ね。いや、っていうか、その、ふとがお払いって、うんうん、本気で言ってるわけがないなと思って、まず。<laughs> なるほど。うん、ってことこれは例えなんだなって思ったんだよね。なるほど、なるほど。うん。人読みだ、人読み。そう、人読みで。ってことなんだろうって考えたら、ああ、まあ取り組みかなっていう。 うん、うコメントに石井起きてるっていうコメントがあるんで,で石井は石井はちゃんとアストロンで、ね、そうあの<あ>石井プロ目線の話をすると、うん、あの俺ずっと考えてたのは俺最後に何かで1位取ったらいつかなってずっと考えててでもコメントの人とかも多分そうなんですけど多分大半の人って1位って取れないんですよ、うん 何においてもまあ今ここにいる梅原さんとフードさんは、まあ、クッションの格芸業界で1位を取ることがある人たちじゃないですか。うんまあ、それば世界1位でも日本一位でもそうですけど、うん、1>, 1位を取るってそういえばないよなと思って、うん。確かにね。こんな話に俺入っていけないなと思って、ずっと黙ってます <laughs>、うん。そう、まあ、贅沢な悩みっちゃぜいたそう悩みではあるよね。 難しいね。でも、うん、まあ、あのー、最近若い子たちが結構活躍してきてるわけじゃない、うん、っていうことは嫌でもその日,本、まあ、日本っていうか、まあ、世界もそうだと思うけど、まあ、日本の中でもそういう対戦の環境に変化が出てくる。だから今そのおじさんたちの基本おじさんたちが強いっていう状況の中で結果を出し続けた人が。 若い人たちがこう目立つことによって、いまいち結果が出なくなっていくっていうこともあるわけじゃん。そうすると、家でも取り組み方は変えさせられるはずだよね。そうですね。うん、多分、全員といつか変える。全員いつかこの世界でやっていくつもりがあるんなら、変える羽目になるけど、まあ、それをいつまでやるか、いけるとこ、まあ、ギリギリまでやあの変えないでいくのか、ああ未来を予測して早め,に早めに変えちゃうかっていうふうにするのかっていうのは、うん、まあ、それは人それぞれ価値観というか、うん、だとは思うけどね。まあそう うん、まあでもそんなとこかな。いやでもいいんじゃないってかそれを考えること自体がすごくいいことだと思うけどね。結果変えなかったとしてもね。うんうん、疑問を持つっていう。その質問が出てくるっていうことはフードもやっぱり1位にはなりたいっていうふうに思ってるっていうことだと思う、ね。当たり前だろや。だから変える自体ってことでいいんじゃないんでしょうね <laughs> <laughs>、うん。まあまあそうね。だけどそのほら1位を狙うことによって4位とか5位にもなっちゃうよっていうことだから。 まあそのリスクうそうそうそう。うん、まあ、それは本当にその人<当>その人の性格だよ、それは。じゃあ、トパちゃんの話、まあ別に、まあみんな結果知ってるから、特に話すあれもそんなにないとは思うんだけど、なんかえ結局いっぱいダダに負けただけそう、ザギさんに負けた、ねうん、まあ、ルールだよね。いや、要はその、 えー、まだルール的に直体で負けちゃったっていうか、ね、特失点もザンキさんのほが全然良かったですね。ああ、じゃあまあ、文句なく優勝なんだね。うんうん、いやー、でも、正直さい、そのメンバー出揃ったときに、まあ、板さん勝ちそうだなっていうのは、まず結構みんな思ったと思うんだよねそうでね。俺は3番目でした、自分が。あ、3位予想、えー、うん3、3位っていうより3番目だなと思いました。 何位かはちょっと分かんないですけど、あ,あ,あ,あなるほど優勝すかる確率が3番目ってこと。3日間、うん、そういう感じかなと思ってて。2番は誰だったの俺はボンでした。ああ。なるほど。ちょっとあの、アビゲイルを倒せるカードを持ってる人がいなかったもんね、<laughs> 上にね。ういや、トゲラのプレイ見て、こいつ使おうって逆に思えなかったから、俺。 あそうなんだ<ー>、うん、だって10秒ぐらいで画面弾くんすよ。<laughs> どうやって勝つんすか <laughs> <laughs> でも勝ったんだもんね。すごいよね、ある意味、ねうん。なんかでもみんな、まあでもとりあえず調整も入るし、まあ今すぐ変える必要はないかもしれないけど、やっぱ出かけら倒せるカードもっといた方が良さそうでもあるけどね。いや、そう、それはありますよね。だから今だったらっユリアンとか、うん。ユリアンはかなりカバセになったらしいね。<laughs> たぶん、うん、多分そんな難しくなさそうそうだね俺ファンおすすめなんだけどなそれ大丈夫っすかそれファンのあれっすよあ,れあの座右の銘2位ですからね <S 2位 <2? S 1> そうあのあれって好きな言葉が2なんですよ <laughs> ああそっか呪いが呪いが深まるいやあの出かけら倒すんだったらファンは本当にすごいすごいキャラだと思うけどそんな意見ですか 俺はいけると思うね。少なくともザンギとアビゲイルは今のところめちゃくちゃいけるい。いや、<laughs> 俺悪魔の佐々だ,だと思ってますあ、本当あでもまあまあわかんないけどね。本当にその、はい、だからやっぱ、イタザンとやったわけじゃないから。はいはいはい。うん、まあ。けど、かなりボッコにできるってことですよね。内容的には相当、うん、相当、あ、これかなり楽だなみたいな。うん まあただデカキャラまあ、2月にね、なんかあの変わるらしいんで。そうだね。まあ、それによって、どうなるか。うん、アビエール、でもそんな変わんもそんな気持ちなんだよな。わかる。そんなに悪さしてねえし、今年。<laughs> 確かに。うん動いてるとね、すごい悪そうに見えるんですけどね。<laughs> <は>久しぶりに見たやばいの見たって感じ。そうだね、ちょっと衝撃アビエール、忘れてたよね、アビエール、いたな、こんなのもっていうのを。 あれはやっぱちゃんと、一人か、一人、一人はアビゲイルを倒せる人が混じってないと、やっぱ独断のようになるよね。<laughs> なっちゃうよね。うん。多分負けないキャラには本当に負けないキャラだと思うから。混じってるはずなんですよね、普段ね。本当今回結構混じんなかったなっうん。そうだね。結構。うん。まあでも、なんか、でも逆に言うとさ、板んに勝てなかった以外はまあ、 特にないわけでしょ<う>結構いい試合運びだったよね。ボンニも自信なかったんですけど、うん、前日に俺、あのポイズンカリン怪しい説唱えて。そう、前日に前日に <laughs> うんまあやってたんですけど、前日俺も超不安になっちゃって、うんで孫、孫さんにテレフォンして、うんで、孫さんとこうやった結果、やっぱりこれちょっと怪しいなってなった。へえそうなんだ。<あ><ー>ポイズ不利説あるんじゃないかっていう。ええ<ー>？あの孫さんも言ってくれたんで。 っんんてちょっと前までもこれゲームになってね積んでるっつってましたか。あ言ってたね。俺もそれ聞いたわ。まあ,あそうっすよね。<で>ポイズンだけ無理っつって。うん、で、バーディーの方がよくて、うん、バーディー使った方がいいんじゃないかみたいな。であの、あの、前日やって、当日もやってみたいな感じで、うん。なったんで、かなり、正直ギリギリだった。あれって、俺ちょっと思ったのは、あそこだけよくわかんなくて、あそこってボはサガットじゃダメだったの サガとバーディーが多分結構俺バーディーいけるかなと思ってゴ分とか下手したら有利あるのかなあこのバージョンでもこのバージョンでも全然あると思いました<ー>本の抜けは難しくなってるんですけど、うん、EX 本の、えっと、抜けが PC なんで,なんでああそかよりよりよりできますよっていうそうですでどっちにしても結構読み本で抜けてたんですよ、うん、あ前からそうなんですよね読み入れる別にラグはラグっていうかその他の機関係ないんで,で e ス本の期待値がとりあえず 間違いなく上がるってのと、うん、ボンはポイズンカリンはポイズンが有利むしろ結構有利だと思って望んでるんでだから変えれないかなと思いました、うん、あくまで俺は、うん、ポイズンカリンはポイズンがフリかもなってゴ,ゴブがフリかもなと思ってるけど、うん、ボンは逆のことを思ってるんですよカリンがフリそうだからサガットに対して俺はポイズンを出すじゃないですか、うん、その後にわざわざ自分からフリキャラをかぶせに行かないといけないんですよ ああ。えっと、ポイズンサガットっていうのはダメなのあれはやばいと思います。あ、そうなんだあれ。あれかなり有利す。あ、そうなんだ。あ、うん、じゃあまあ納得だけどね。じゃあもうどうしようもないもんね。そう、あれは多分もう。カリンで頑張るしかねえんだ。そう。あ<ー>でポイズンも嫌だから、だったらまあゴブっぽい。うん。あのバーディーでいこうと思った。なるほど、なるほど。まあ絶対バーディーとポイズンだったらポイズンの方が。 最近はやり込んでるだろうから。うん、なるほど、そういうことだったのか。いや、それは分かんなかったな。まあ、なかなかちょっと、ちょっと申し訳ない気持ちになっちゃいましたけどね、俺も。どういうことバーディーを使って。あ、そうなのやっぱり俺、うん、あの、シェンのエレナ嫌いだったんですよ。うん、あはいはいはい。うん、すごくいい試合をするのが俺結構好きだから。うんうん あれって結果的にちょっとだましうちみたいな形になっちゃったから俺も。あバーディーそうっすね。あ<ー>うーん。いい内容っていうよりはただ勝ったっていう感じで、うん、しかもなんか俺がそのポイズンカリンだときついなと思ったから変いたから、まあ、偉いは偉いんですけど、うん、うーん。なんかちょっと申し訳ないなっていう気持ちを正直、ちょっと思っちゃいました、俺は。へえ。まあでもか、もともと竹使い同士だから。 まあ、しょうがないと思うけどね。まあうんあん,ざん騙し打ちしちてきたんでね <laughs> 何使うか分かんないっていうところも強みだからね。<laughs> なるほど。まあ、でもそんなとっかな。他に何か、うん、あったかな。結構なんか、ん応援してたじゃないですか。うん、<laughs> 最終日はね、特に。 うん、あれどういう感じだったのかなっていうのは、ちょっと気になりますかあえー、っとね、まあ、ドグラがそのやりましょうっつって、で俺と時々、グラで3人で試合見ながらただ喋るってだけだったんだけど、うん、うん。いや、それだけだよ、でもまあ、なんか、これでフード買ったら、もう今年本当にすごいなっていう、そのミルファービースト、本当にすごいことになるから。<laughs> <laughs> やばいでしょっていう <laughs>。ごめん、ミルダンビスト・ビーソン。いやまあ2位でも十分すごいけども、<る>もちろんね。そこは、今年は本当にミルダン・ビーソン、どちと言ってもいいぐらいのあれだったんだけど、ね、最後の最後でちょっと。梅時ドグラで配信してるってすごいな、よく,よく。初めてだね。初めてだね。そうですよね。うん、しかも、言うたら、副音声みたいな感じですもんね。メインじゃない。メインじゃない。うん。ま、全員ね、音声に残ってないから、 んかドキラはわかるんですけど梅原さんと時戸さんってそのーゲームの話以外の話とかをなんかしたりするんですか飲み行ったりとか。まず時戸が酒飲まないから時戸通常飲みに行くっていうことがまあないけどゲーム以外の話っていうのはどん。っていうかうーん時戸と話す時って海外行った時の,その対戦部屋とかでちょっと話すぐらい。うん ああまあそうかそうか。でもなんか話は基本的にはしないね。<laughs> そうっす。うん、えー、そうっす。いつもなんか梅原、あの、時戸が、うん、なんか悩んでそうってぐらい、うん、俺がこう見てる感じ。あそうなのやっぱその梅原さんのこう、ね、背中をこう追い続けた時戸が、梅原さんがまあこう寄ってたりするじゃないですか。うん え俺も酔ったら強くなるのかなさすがにそれは血迷いすぎだけどね。こう、こいつ考えてんじゃねえかなって俺は。ああ。<laughs> いやでもまあ、なんか、俺ね、あんまりゲームの話って普段しないから。そうだからゲーム以外で、こう、共通の話題がないと、そんなに話すことないかもしれないね、うん、普段はね。うん。ゲームの話はゲームをしてるときぐらいだから。 交通の話が孫さんの話しかないって感じ。ああ、そうそうそう。そうだったね、この間はね。まあ、じゃあそんなとこですかね。大体。まあでも、2位でも十分。おめでとうございます。全然、全然、100万円もゲットだしね。3期連続2位は。3期連続2位はすごいな。藤村、時井戸、板橋残月の優勝を。あ、横で見てるという。すごいな。 はい,はい,はい、はい、なんかでも大体そのシルバーコレクターって言われてるその他のスポーツの人たちって上に超すげえやつが必ずいるからその人は2位にしかなれないみたいなチームが多いじゃ吉田さん降りがいるからずっと2位にしかなれない人とかそうそう彼レリンがいるから2位にしかなれない人みたいな人はいるけど <laughs> なんか毎回違うっていうのがやっぱ呪われてんのかなって思っちゃう, <laughs> ちゃうよねな <laughs> <laughs>、うんだか俺やっぱり道中当たったら結構 <laughs> すごいなって、ね、逆に。 まあでもまあそういう取り組みプラスやっぱりあのー、ちょっとそういう苦手ってなるかもしれない、ね、決定戦的な場面でねうん、うん、精神的な負荷がちょっと人よりも強くなっちゃうっていうことはあるだろうけど、まあ、それはもうどっかで克服するしかないよな、うん、お笑い行ってきます <laughs> じゃあメールいきますか今回も多かったですねどうしようか<お>じゃあ順番に読んでいく感じにしようかじゃあこの間はね,ね年功序列で行ったんですよ 読むはい、じゃあ今回も年功ね、列年功序列でいくしゃ、石梅原フードのでいくそうですね。上俺40歳なんで。1個上だね。ああ、はいはい。うんちょっと今開くんで、ちょっとはい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 。一応事前にリストもらったんですけど、皆さんね、文章が長い、あの、黒い。すごいなんか、あの、熱いメールが多いですね。熱いっすよね。俺も、めちゃめちゃ熱いメールが多くて。うん。じゃあ、気になるところから読みましょうか。 えー、じゃあラジオネーム、これ、梅ラジネームとかするのないですかラジオネーム。梅ラジネーム、霊界探偵 T さんからのメールです、うんえー。梅原さん、翔平さん、ゲストさん、こんばんは。私は今年31歳のおじです。昔の話になりますが、私は物心ついた頃からゲームが大好きな少年でした。 中学生になる頃には、いわゆるゲーム依存症に近い状態になっており、学校にも行かなくなり、不登校になりました。近所にゲームセンターがなかったので、主に家庭用で対戦ゲーム、MMORPG で遊ぶ日々を過ごしていました。いよいよ高校卒業が近づき、将来のことを考える時期となりました。 好きなこと以外は何もしたくないという思考だったため、ゲーム関連の仕事に就きたいなと考えて、ファミ通の編集者がゲーム開発の2択からゲーム開発の道を選んで勉学に励み、現在もゲーム開発の仕事でなんとか生き延びています。長くなりましたが、ここで本題です。上原さんはプロになる前にゲーム開発、ファミ通などで攻略記事を作るという仕事をしようとは考えなかったのでしょうか。また、それぞれの仕事に対してどういうふうに思っているのか聞いてみたいです。 あ,あ、ここから先は読まなくても大丈夫ですって書いてあるけどまあいいか。私が今十八歳とかであれば梅原さんが作った格闘プロゲーマーへの道があるので私はプロゲーマーを目指したと思います。よろしくお願いいたします、うん、ということですね。なるほど。じゃあまあ同世代ぐらいなのかな俺と。わかんない。あ三十歳です31歳か。三十歳,、はい、歳か。あ,あそかそうかそうか。うん、なるほどね。うーん。これはえっとどういうふうに話す？俺がまず言えばいい？じゃあ。うん。あのなんでこれ俺があの 選んだかっていうと、うん、そのまあプロゲーマー以前っていうか、村田、うん、さんのプロゲーマーまあ格ゲーのプロゲーマーになる以前の、うん、ゲームがうまいやつの上がりっていうか、<laughs> そうだね。うん、いやわかりますよ言いたいことわかりますよね。なるそのさ、うん、それの二択じゃないですか。ゲーム開発に入るか、うん、はい。攻略雑誌のライターになるっていうのが、その通り。ゲームうまいやつの上がりだった時代っていうのがあったじゃないですか。うん、あった。 うん、その時、梅原さんっていうのはそういうふうにやろうと思わなかったのかなっていうのが聞きたいそれはね、結構ね、実はあの聞かれたことがある質問で、はい、で、えーとね、当時、やっぱり明確な、えー、と意思を持って別な仕事を私はしてましたね。実際ね、その攻略っていうか、まあ、そういう編集部、雑誌の雑誌というか、まあうん、誘われたこともあったし。うん まあそういう骨を使えばもしかしたらゲーム系の会社も相入れなくもなかったかもしれないんでまあ知名度は当時やっぱりあったから、うん、でだけどそれはね絶対しないよって思ってたえっとまあ一つにはその今から考えると、まあ、ゲーム好きな子供だったんだけど当時はゲームが好きっていうよりも格ゲーが好きっていう気持ちだったのね、うん、だから例えばゲーム全般が好きだったら えっと、ゲームに関わる仕事に就くっていうのもまああったかもしれないけど、俺が好きなのは、格芸だから、うん、格ゲーで名前が売れてるからといって、ゲーム系の、えー、仕事っていうのは、そもそもなんかこう、微妙に俺の中でズレがあったっていう。<ー>俺は格ゲープレイヤーであって、別にゲーム好きじゃない、ゲームマニアじゃないっていう気持ちがあったので、ね、今から振り返るとまあゲーム好きだったんだけど、全体的にね。うん。で、まずこれが一つと、 でもう一つあって、そっちの方がね、どっちかっていうと、えー、どっちかというか理由としては大きいんだけど、それは、うんあのー、やっぱね、ちょっと罪悪感があった。な、うんあのでかっていうと、えー、当時、ほら、やっぱりゲームってこう、ね、悪いもんっていう時代,時代だったでしょ。で、うん、みんながそのやんなきゃいけないことやってる時に、えー、っときに、好きなことしかやってないっていうことに、やっぱ負い目があったわけよ。ちょっと悪い、なんか俺ってずりー、ずぎーっていうか。 しょうもねえな、みたいな。でもなんか好きでやっちゃうな、みたいな感じだったんだけど。だから、一応自分の中で、えっと、このゲームでなんとかするって、あの、格闘ゲーム、なんとかするって気持ちは当時明確にはなかったんだけど、もしなんかあるかもしんないな、ぐらいのふわっとした気持ちでやってたけど、まあ結局何にもないし、で、えー、っと、このゲームをやめる際は、あの、なんていうんだろう、そのツケは,は絶対払おうと思った。 その若い時にみんながやるべきこと、まあ、勉強したり部活に取り組んだり、なんかいろんなアルバイトして経験積んだりっていうことを俺はしてきてないから、そのつけは絶対払わなきゃいけないって思ってた。で、えっと、うんだその、例えばその雑誌、ゲームの雑誌、あれで行ったりとか、そのゲームの仕事でやっちゃったら、なんか、こう、借金したままとんずらしたみたいな感じ 例えなんだけど、なんか俺、ちょっと社会に対して、やっぱちょっとこう、張りがあるなって思ってたから、みんなとなんかこう、みんながやるべきことやってたときに、俺、ただ好きなことしかやってなくって、そのまま、こう、ゲーム関係の仕事にこれでいったら、ちょっとあまりにも、なんか、楽すぎちゃう、楽すぎちゃうな、器用な人って感じですよね、でやるとね。まあ、そうなのかもしれないね。 企業な,なのが結構苦手な人とかも結構いるなと思ったりするんで。うんそう。だから、えーと、ゲーム系の仕事は絶対やらないって。あのうん。って決めてた。おまね、それはちょっといくらなんでもずなんか虫毛よすぎるなと思って。<laughs> <laughs> そうそうそう。うん、それはやっちゃダメだなって思ってやんなかった、俺はね。フード 俺やってましたね、だから俺はもう開発っていうか、うん、デバッカーやったり、攻略もやったりなんで、うん、うむしろもう、なんか、なんだろう、あの、今後もやりますっていう、ぜひ、オファーがあればやりますって感じの。あぜひ、あのもう本当、明したからあの働きたいなと思ってるんで、ぜひゲームメーカーさんは、僕にオファーをよろしくお願いします、へ<ー>ぐらいの気持ちです <laughs>、うんね。なんでこのメールをね、選んだかっていうと、この間、へあの実家の掃除したんですよ、大掃除。 で、あのー、卒業文集みたいなのが出てくる出てきてしょうこれ将来の夢ゲームを作る人って書いてあってイジプロこう石井貴春なんですけど、うん、ああそういえばこの夢は叶わなかったなって,思って <laughs> まだわかんない <laughs> まだかんないまだかんないまだそうまだまだわかんないけどねそうだなっていうなんかそのことをぼやる思いながらこのメールを選ばしていただきましたはいありがとうございますど あとね、なんかね、俺、多分ゲーム開発っていうものに、やっぱなんか、まあゲーム開発じゃなくて、クリエイターってものにすげえやっぱ幻想がある。幻想って言っちゃってるけど、まあ幻想があるから、うん、でも,ものづくりする人は中途半端な気持ちじゃダメなんじゃないのってなんか勝手に思っちゃってんだよね。お<ー>だからその、なんか行くとこないから入りましたっていうのは、なんか、いいもの作んなそうじゃん、うん、そいつ。<laughs> <laughs> ちゃんとした意志を持って行く,行くなら行きたかったっていうか、<laughs> 俺はいいゲーム作るぞとかさ。 じゃあ今はももしししかかたらあるかもしれないってことですよねいやまあないけどでもそういう気持ちになればいっありだよねもちろんそうっすよね、まあ、そういう気持ちになればね、うん、なんかこう行くとこねえからねえ天下りみたいにそんな <laughs> ね<え>まあ確かに今やたら天下、はい、りって言われる可能性あるからそれはなんかそんなやつの作るゲーム絶対面白くないから嫌だなっていう、うん、まあでも今日もやりますけどねどんなゲームなんかこういうゲームやってみたいとかないですか うん作ってみたいとか。いい作ってみたい。うん、でも自信ないな、やっぱりそんなに。イメージを持ってないっていうか、まあ、こういうゲームは面白いなとか、そういうのをやれば思うけど、でも自分が作るってことに関しては、ど素人だから。そう、あまあそうですねうんうん。なるほど。ありがとうございました。うんたそうまあ、一応、なんかそういう気持ちがあったね。だからまあ、 そのゲームをやめた時も、やっぱゲーセンに行かなくなったし、なんかその、みそぎ、ちょっと、社会に対してみそぎしなきゃな、みたいな感じで、散々好き勝手やらせてもらったから、みたいな。ただ、思いのほか少ないみそぎでプロゲーマーになっちゃったから、ラッキー、みたいな。あれ、こんなもんでいいのみたいな。あんまり長いことやってないけどいいかな、みたいな。っていう感じです。 じゃあ、俺、じゃあ行きますよ。あ、その前に、えー、っと、このメールテーマとは別に、えー、っと、この間ね、最後に読んだ人から、まあ来てて、まあ別に一応なんかお便りみたいな感じなんで、じゃあ読みますね。えー、っと、はい、アリス・パナナさん。昨日はラジオでっていうので、まあその次の日に書いたのかな。えー、取り上げていただきありがとうございました。 ゲーム依存症の子供たちにとってゲーム自体が悪いわけではなくゲームをすることと現実の折り合いをつけられないこと幻想的にプロゲーマーになるんだと現実逃避してしまうことが問題ですだからこそプロゲーマーという職業が確立されてきている今の時代にプロゲーマーとなった他の方とは違って前例の全くない状況でプロゲーマーという道を選び 誰よりも厳しい現実と直面してきたのではないかと思う梅原さんのメッセージが大きな力を持つのではないかと思い質問をさせていただきました話の中で梅原さんと依存症の子どもたちの違いは何かという話題が出ていました梅原さんが子どもの頃いわゆる医学的な括りでいうところの依存症であったかは分からないのですがきっと両者の本質的な違いはないと思います 私も含め皆ゲームが大好きである。それだけなのではないかと思います。梅原さんは実績があり、肩書きがあり、人に響く言葉があるから、他と違うように見えるのではないかとおっしゃっていましたが、それはまさにその通りです。子供の頃の梅原さんと依存症の子供たちに違いなんてないかもしれませんが、でも、いろいろな現実と向き合って、今こうやって大きな影響力を持ち、第一線で、 活躍し続けている今の梅原さんはやはり他と違う特別な存在と思います。だからこそ、スト2世代の私にとっては、当然、そして依存症の子どもたちにとっては、今の自分と重ね、将来の目標となるような、えー、リビングヒーローなのではないかと思います。そして子どもたちに対しては、こうやって実際にその道を歩まれた方の言葉の方がよほど響きます。梅原さんの昨日のメッセージはとても重い。 意味があったと思います。とても有意義なメッセージをいただけました。ありがとうございました。もし機会があれば、ラジオでお話しされたようなことを広く発信していただけたらなと思います。これからも応援しています。ということで、はい、あの、何のことか分かんないかもしれないですけど、お二人は。あの、ざっくり聞きました。に<の>。あ,あ、じゃあまあ、かまあ一応、わかります。あのええ、長い長文だったんですけど、まあ、紹介しといた方がいいかなと思ったんで。えー。 なんかコメントでウめガ、うん、ちが発表されたっ,つってもうコメントで言われましたおお大騒ぎになってますああはい,はい、はい、<laughs> そうなんですよね。俺が作った俺が <laughs> <laughs> そこは自己顕示欲がね出てくる、ね <laughs> うん、そうですねえー、っとじゃあうんじゃあこれにしてみようかな。うん、特にイメージないんですけどなんとなくなんとなく面白くなったらいいなっていうヤタリングさん 梅原さん、皆さんこんばんは。自分は貧乏時代に泣けなしの300円を使い、どれだけ楽しめるか考えた末、<laughs> 200円台だった頃のファミコン通信を買い、いつもなら飛ばすような記事も、えー、一時一句逃さないように全て声に出して読むことで、えー、満足したり、うまい棒を1本だけ買い、帰り道、家に着くまでどれだけ長さを残しつつも味わって帰れるかなど、小学で楽しく時間を潰せる。 かえー、工夫と情熱を燃やしていました当時は、えー、必死でしたが今思い出すと妙に楽しかった気持ちがあり皆さんのお話もぜひ聞きたいと今回送らせていただきました貧乏な時の忘れられないエピソードなどあればゲストの皆さんも教えていただけると嬉しいです重たい人ですよね<ん>面白い人だなと思って <laughs> 時間を覚えてるとか <laughs> あはいはいはいなるほどね<ん>貧乏 だったエピソードか。うん。俺、ね乏。貧乏だったことある?。な、多分ないんですよ。あ、ガチの貧乏。自分で、自分で言うの、うん、ガチの貧乏だったこと、多分ないですね。なんとかと、親が商売やってたんで。ああ。で、親、商売やってるから、あの、遅いんですよ、帰ってくるのが。うん。だから。これで、なんか好きにやれつって、金渡されるんですよ。うん。で、子供にしては、多分、今思うと。文夫相応な、か、金を渡されて。なるほど。それで、自活してろっていう感じだったんで。なるほど。そう。だから、あまり、金に。 困っったたことがなかうん。俺のその小学校の時とかでもちょっと小金も子供の中にしてはなんか小遣い多いなってやつは大体親が家にいなっていないっていうパターンが多かったね <laughs> そう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 。そうなのよ。うん、いやでもやっぱでもね俺の子供の時の貧乏エピソードっていうことでいうと、まあ、とにかく俺の友達は。 あのー、あれだったね、放課後、チャリで、自販の人を漁りまくるってことをしてたね。<laughs> <う> <laughs> ひたすら。これれするって感じん,、うん。いいっすねで。ひたすらやってたね。うん、で西新井まで行って、遠征して、自販という自販を漁ってで、その後王子の方に行くっていう。めち <laughs> ゃめちゃその界隈の自販機綺麗なんですか <laughs> なんかやっぱな,なくなるらしい、そして。 要はその自販機に落ちてる金っていうのはこう頻繁に落ちてるものではなくてう長年の積み重ねによる何て言うんだろうね濃縮還元されたこう一滴のそうそうそう本当にだからめちゃくちゃな期間を経てうっかり50円とかあったりするわけよだから一回さらうともうしばらくないみたいな <laughs>。 10年後みたいな <laughs> まあ10年は以前かもしれないけど <laughs> そうでも500円とか見つけた時のもう狂気乱ぶっぷりすごいやばいやばいっすねうん、うん、あとは大人になってからはやっぱ近所とにかくやっぱこの米をとにかく親に送ってもらってで米を炊くんだね目いっぱい炊飯器いっぱい <laughs> う、ね、そうそれでおかずが欲しいじゃん欲しいそうでうんと 一つには、まずね、近所のコンビニがね、味噌汁をたててくれたんだよね。<ー>セブンイレブンが。あれって結局さ、フランチャイズだから、無理やってもいいわけだよ。当時は特にそういう店多かったですよね。よくっ売ってる店そ。そう。朝行くとさ、味噌汁くれるんだ、そこの店長が。なんか軽くなんか買って味噌汁もらうのまず。で、近所に天ぷら屋があるから、そこの天ぷら屋でなんかちょっとこう、時間経って、まあ、揚げたてがやっぱうまいからさ、揚げたてじゃなくなってしまった。 アジフライとかコロッケとかハムカツとかそういうのを安く半額ぐらいで買ってでソースをドバドバかけてその味の濃さで米を炊き込むっていうことはやってたね毎日考えてきたわ昔の貧乏エピソードだなと思いましたけどでもうまいうまいっすよね多分それでも <laughs> ねんかうええなう,えな,うえなと思った <laughs> て,いうていうかチーズとうまいんだよね普通の食い物よりそうそうそう,そう,う 気が状態で食ってそれもあるのかななんかやっぱちゃんとした食い物よりそっちの方が満足度高かったりするんだよな。俺も金とかなかったんですよ、そのみんなで共同生活、バーチャー税でしてる時とき。けどみんななかったから楽しかったっていうだけなんですよ。ああ<ー>。たぶん一人だったらこう辛かったかもしれないですけど、うん、なんかそんなに嫌な思いはしてない暗い気持ちになるようなことはなかった。 だって一緒にね、五郎さんって一緒に住んでましたけど、金ないのにメダルゲームでいきなり5000円をメダルに買えたりするんですよ。うん、<laughs> めちゃくちゃ終わったやつやってることやばそうだね、それはね。とか、そういうのをこうみんなお金がないのにすぐ捨て毛とかするんで、うん、なるほど逆にその金がないのを逆にこう、なんか違うエンタメみたいな感じしてましたね、なんか。あ<ー>まあ、誰かおごってくれたりとかもやっぱあったりするじゃないですか。うん、なんかうままくいけていけました、ね いやーあの頃の飯を送ってくれるやつほんと神だったな多かった気がするあそううーんマジうれしかったもんな飯を送ってくれる人何かあちゃんはおじさんが飯を送ってくれてねかかなんかなかとりあえ飲み行こうよみたいなの多かった、うん、もう俺もおじさんになったら飯食わしてたし若いれてたのになんかそういう循環がされてたような気がする <laughs> あなんかすごいこう 共同生活だから人が来た時に何かこう物を持ってきてくれる人とか結構いたりしました。ああ、なるほど。<laughs> ああ、でもそういうの楽しそうだね。うん、だからお金ないけどないっていう感覚がなかったっす、ね。ただ、何だったっていう。なかった時代。うん。そんなのが悪くないですね。俺はうん。そうだよな。なんか最近なんか物とかもらっても感情が 1>, 1ミクロンも動いてないことが分かんないよ、自分で。<laughs> 重いな。え重いな、これとかそういう感じ。重いなとかそう <laughs>。<laughs> それはそれで悲しいよな、なんか。い嬉しい、嬉しいって思えないっていうものが。あ、ものだっていう。前はなんか、物物もらったやつってすげえ嬉しかったけど <laughs>、<laughs> <laughs> <laughs> ものだってしか思わなくなっちゃって <laughs>。<laughs> うっていい感想やばいよまあじゃあそんな感じですかね。じゃあ次フードか。俺,俺もちょ,ちょっとカジュアルな感じなんですけど、うん、ノンフライさんで。ノンフライ。梅、は、沢、い、さん、フードさん、いつも正しく聞いてますと。前回の働け、社会の一員になることの重要さ刺さりました。うん、真面目なネタもいいのですが、砕けたテーマを送ります。お二人の好きなテレビ番組を教えてください。うん 私は元気が出るテレビが好きです。好きですって、まあ、リアルタイムじゃないからね、それは。それはみんな好きだけど、古いよ。いや、これ、いや、俺はなんかその幼少期っていうか、その自分が俺好きだったテレビっていう感じなのかなと思って、<ー>それって、多分自分のこう性格とか考え方に影響をすごい受けてるもんだと思うんですよね。その好きなテレビっていうのは。うんなんで、いいかなと。ああ、難しいな。<は>パッとなんだろうな。お俺はちなみに、 うん、あの学校へ行こうとガチンコファイトクラブのあの2つの流れが超好きでした。<laughs> すげえ面白い。その頃は俺も家にい,ねーわ家にいないと。やらせとかは俺はエンタメとしては超肯定話するん、ね、だから。なるほどね、面白いものは面白い。なるほどね俺も好きですね、<っ>その2つ。2> え何年前それ <え>でも確かに、折原さんの家にいないっていのが分かる。もう、それぐらいの時期多分俺ら高校生とかだったと思う俺。俺も、多分ゲーセンにしかいない時期だね、それ。うん、家でテレビなんとか全く見ない。俺、多分ね、空白のね、10年ぐらいあんだよね、テレビ見てないっていう。あはいはい。10年ぐらいガチでテレビ見てない時期があったと思う。14から24ぐらいまで。深夜テレビ番組しか見てなかったね。おー そその辺の辺バラエティ番組みたいなので、やっぱりもうどうしても影響を受けてたのは、ゴッツエ感じとかになっちゃうんだけどね。ああ<ー>、うん。もうなんか、面白いものっていうのは。<れ>そういうことだと嫌じゃない元気が出るテレビと同じ時間じゃなった。<れ>いや、かぶってたイメージはないけどな。いや、かぶ<れ>ってた気がすけど、<れ>日曜8時とかだっけうん。あれ、昼やってたのってあれなんですかあの、たけしの。 昼あ,あのー、えっとね、あ,あれでしょ、レッドオーブンとかやってたやつでしょ。あそうあれが元気が出るテレビじゃないですかで違う違うあれでうんキ元気が出るテレビは、あの口喧嘩とかのやつでしょあの、バズーカとか、そういうんじゃないのバズーカとか、そう。口喧嘩王をとかやってたやつじゃないの違うかなスーパージョッキー。えっと、あのー、なんだっけ ダンス高校生ダンス選手権とかうんそれは元気やテレビだよね日曜の8時かそんぐらいだった気がするけどうん皆さ、うんなんかそのじゃあテレビのこれマジこのテレビおもろかったなみたいないや,それ,いやそれはね思い出っていうかもうそのいやゲラゲラ声出してもらったのはやっぱそれはもうドリフよ ドリフなんですか逆に。いや、だ,だ,ってだ,だって、5歳ぐらいにとってのドリフの面白さってすごいから、ね、まあまあまあ、そうだね。うん。あ<の><れ>加藤ちゃんケンちゃんご機嫌テレビとかじだって、うん、そうそうそう。別に今見て面白いかどうかまあ、それはまあ、いったん置いとくとしても、まあ、5歳にとってのドリフはすごいよ。やっぱり。<laughs> <laughs> めちゃくちゃ面白いよ。力がすごい声出して笑ったよ、やっぱり。 もう、ヒカキンも勝てないんじゃないかな、子供を笑わせるってことに関して、もう、ドリフト志村けん最強すぎる <laughs> 変顔の、快奏だからね。<laughs> 志村後ろとか分かりやすいもんな、ね、面白さ。志村後ろ後ろみたいなそう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 、めっちゃ面白かったな。で、それで大ファンになっちゃって、そんで、そっからカトちゃんケンちゃんのご機嫌、テレビ っていうのが当時あったんだけど、まあ、フードは知らねえだろうな。名前だけは。うん。一応、だってあれ、確か、PC エンジンのゲームにもなってるから。なああ、確かに、カド<あ>ちゃんケンちゃん。そう、カドちゃんケンちゃん。ゃんうん。とかね。あと、まあ、その辺は、やっぱりめちゃくちゃ面白かったね。うん。でも、大人になってからは、んんんうん、何いや、カドちゃんケンちゃんご機嫌テレビって、なんか、その、うん、ギネス認定されてるらしいですよ。世界で、だから YouTube の回数みたいなもんだしですよね。 世界で最初に素人が撮ったビデオを流すって、うん、面白しいシーンを流すみたいなのを世界で初めてやった番組なんだっていう、えー。あそうったのそう、だからすげえ評価されてんだって、なん,そそうなんだそ、えー、YouTube の回想だっつって。あなるほどね。素人が。<れ>まあ、それ面白いね。まあ正直内容なんか全然覚えてないんだけどさ、当時の。そうそうそう はまあ、でもその後はやっぱりしばらくもう、俺らの世代はダウンタウンがもう全盛っていうか、まあ今でも大御所だけど、もうプレイヤーとして最前線でバリバリやってた頃だから、まあ大体その辺は見たね。ガキの使いも見たし。うん。っていう感じかな。だか普通だよ。そんな変なの見てない。最近はもう深夜しか見ないね。最近深夜ってん最近の深夜ってどんな番組があるんですか 最近の深夜はでもなんか、マツコの番組とかになっちゃうのかな。ああ、マツコ好きっすよね。まあ好きっていうか、まあなんかまあ、なんとなく見れる。超面白いとかっていうふうには思わないんだけど、なんか見れちゃう、なんか見ちゃうって感じ。なんかテレビやっぱり全然見なくなったんだけど、インターネットにこう。でもやっぱたまに見るとやっぱり面白いっすよね。ちゃんとお金かけて、一生懸命作ってるから、うん、やっぱ当然面白いんすよ、どれも。 すげえなと思いますよね。うん、特にだからその映像的なところをさ作ったりするじゃないですか。YouTube とかと比べちゃうと、うんね、全然クオリティは当たり前だけど全然違うし、すごいなと思いますけどね。そう、やっぱ面白いなって思う。なんだかんだで一番面白いことやってるのはテレビだなと思う。うん、あのただ、そのゴールデンとかでやってるものは俺たちに刺さらないだけで、うんうん、どっかしらでやってるのはやっぱすげえ面白いと思う深夜。特に俺は深夜とかは面白いと思う。 もう一周しますかそうだね。じゃあもう一周しよっか。あメール読む感じですか、うん、はい。もう2通決めてなかったんだよな。ちょっと待ってくださいね。っざっとこれランダムできます。えー 別にフードがあったらフードから逆回転でもいいよ。<あ>逆回転でしょうか。かじゃあ俺や、俺、はい、ヤ、うん、ースさん。はい。ヤーさん。えっと、久しぶりに投稿しますと。自分が面白いという理由に気づく方法は、はてな。結構最近、梅原さんが自分が面白いと思った作品でプレゼント論をされてると思うんですけど、ブログを趣味にしている自分には大変参考になります。 そこで質問です。作品が面白くない理由を示すのってめちゃくちゃ簡単だと思うんです。まあ、ストーリーがテンプレ通りだなとか、オリジナリティがない、登場人物の行動、動機にリアリティがない、用地とか印象とか、面白くない理由は簡単に挙げられますが、うん、面白いと思った理由を言語化するのはなぜかめちゃくちゃ難しく思いませんか僕はもう20年の人気映画好きで、劇場版、V シネマの出ているほとんどの作品を見ています。 正直この世界面白い作品は2割ぐらいなんですが、その2割がなぜそんなに面白いと思うのか、いまだに理由が人に説明できないのです。うん、でもこの説明できるスキルが身につくと、お金にも変えられる素晴らしいスキルになると思っています。ウィ、うん、さんは自分が面白いと思った作品を人に伝えるとき、頭の中でどういう順番で言葉を整理していますかなるほど。この間ほら。 それこそ石井プロが、あの、うん、根こそぎフランケンの、えっと、プレゼンが良かったっつって、言ってたじゃん。うん、その時、その同じ話しましたよね、ちょっとね。あ<ー>あ<っ>いや、でもね、えっと、うん、で、それ見たの、改めて。それはどんな、うんどの、どんなだったかなと思って。うん。だ、折笠さんとケンジがいる、いたんだよね、確かね。メンバーがね。折、うん、笠さん、ケンジで、俺っていう3人で、で、俺が根こそぎフランケンっていうのがあってっていう話をしてて。で、 あのー、思ったんだけど多分俺の場合はなんだけど、えー、と全体像は話さないと思うのねあんまり、うん、好きな漫画好きな映画っていうものをこう人に説明する時に俺はだいたい1点突破でいくんだ俺はこのシーンが好きだとか俺はこの例えばだ例えばじゃあ、えーと「グラップラバキ」っていう漫画を人に勧める時って俺は浜田裕次郎の説明だけすればいいと思うよ 「グランプラーばきってどういう漫画ですか?」って聞かれた時に「いや、えー、と主人公の親父が最強で、えー、例えばこんな人が出てきて、こんな人が出てきて、こんな人が出てきて」っていう説明、多分不要で、あのねっつって、主人公とは別、主人公の親おやじに半ー裕次郎ってのはいるんだけど、そいつはこんなやつなんだっていう説明をすれば、多分、あ読んでみようってなる気がするのよ。だから結局、人に勧めて興味を引かせるってそういうことだと俺思ってて、その絶対像を把握させる必要はなくて、一個目立った部分を教えてあげれば、 読むんじゃないかと思ってるのね勝手にお<ー>そうだから、えっと、うーん、俺はこのシーンが好きだっていう、まずなんか一個そういう取っかかりを自分の中で見つけるというか、それを探して、あこのシーン好きだな、で、そこから遡って、なんで好きなんだろう、何がすごいんだろうっていうことを説明するんだけど、まあ、大抵の場合、そのプレゼンっていうのは、目立たせてあげる作業だと思うのよ。 みんな,どれ,をな何どれもこれも同じに見えちゃってる状況の中で、はい、注目。これは違いますよ。これすごいですよ。つまり、えーと、他とは違うんですよっていうことを教えてあげる作業だと思ってるから、えー、違いを説明する感じでね。この作品がなぜすごいか。例えば、じゃあ、猫咲キフランケンだったら、マージャン漫画っていうのはそもそもとか、マージャン普通のマージャン漫画はとか、普通のじゃあ、まあ、キャラクターでもいいし、普通の主人公っていうのはとか、 普通の最終回っていうのはとかっていう感じで、その普通が何かをまずみんなに認識してもらって、で、これはそうじゃないんだよねとかっていう感じの普通を説明して、その目立たせてあげたい部分を浮き彫りにさせるっていうやり方だと自分ではなんとなく思ったのね見てて。意識してやってるわけじゃないんだけど、あ、俺のやり方ってそうだなと思った。一点突破。このキャラが好き。このシーンが好き。この設定が好き。みたいな。っていうのが俺のやり方。 ね、いいえいや、俺が全然できないなと思った。俺<ー>、多分ね、もう結構全体を言っちゃうっていうか、うん、全体を言うおは言わない。そもそもあの、自信ないから言わないみたいな。なるほどね。あんま説明できない。説明になりがちだよね、やっぱり、どうしても。うんあらすじを説明するっていうふうになりがちじゃないですかそう、でもね、それね、面白いと思ってもらえないはずなんだけどなまあ、普通になるよね。バキでも、うん、どんどん成長して強くなって。 そう最初は軍人と戦うんだよ。<laughs> そうそう。それだとさ、多分みんなさ、見ようって思わない。<laughs> 思わないですよね。うん。でも、浜裕次郎の今までやってきたこととを、例えば、何炭素に行ってダイヤに変えるとかさ、その、はまき、地震をパンチで止めるとか、はまき一口でするとか、<laughs> なんか、おもろいじゃん。<laughs> ちょっとその漫画読みたいなってなる気がするんだよね。そう,そうそうそう。だから、なんか一個、ここだっていうところを見つけて、 いうのがでもそれは効果的な気がするけどな人に興味を持ってもらうんだったらあ,あれこれ説明するよりこの漫画の一番すごいとこだとか一番尖ってるとこだとかさキャラクターのなんか説明とかだとそういうのは結構できたりするのかなと思いました、うん、このキャラはこの技が強いから使った方がいいよ他のキャラに比べて同じなのに当たるとコンボいけるんだとかガードサイドも有利なんだよとかうん、うん、はやっぱ結構やってるような気もするけど なんでゲームだとできるけど、確かにそういうエンターメだとーできないのかなって今ちょっと思います。そう、だからうんな、なんでなんだろうな、なんか。うん。いや、けど。フードは、でもその、すげえ心の底から面白いと思うことはあるんでしょう。<laughs> ありますあります。俺、例えば花のケージとか好きです、花のケージ。あち俺、じゃ鼻花のケージにちょっとプレゼンしてください。か鼻のケージ。<laughs> 意外な方向へ行ったね、話が。どんな漫画ですかえっとねとりあえず主人公がめちゃくちゃかっこいい。で、えっとね、もう、広いんですよ、心が。もう何があっても, <laughs> もう許すんですよね。うん、敵だった人も、ご味方にしちゃうみたいな。おもしい、すごい漫画です。<laughs> ゴミじゃん。<laughs> <laughs> 心の広い、えあ、今のやつを、はい、いや、俺ね、いや俺の心の,あの、花の刑事の好きなところは、うん、主人公刑事の深さなんですよね。懐の深さってことなんか、それをなんか、ね、<さ>表すエピソード一つを言ってみたらいいんじゃないなんか、何があるかな。捨丸っていう、うん、あの芸人がいるんですよ、忍者が。うん、それが、まあ、最初はもう、敵みたいな感じなんですけど、うん、途中で、 味方じゃないんだけど、お供みたいになるんですよね。はいはいはい。で、忍者なんで、うん、まあなんかもう毒とか当然持ってるんですよ。うん、ステマルが作った鍋とかも、うん、もうなんかもう毒味とかしないでもうそのまま食べるな。んか一度きれいにしたものに対して、<ー>う俺は全部信じるから、お前に毒とか得られても、俺はそれは納得できるよみたいな。うん、まあそういうような感じで、もう男らしいんですよ。なるほど。 あのいやいい話だよねその <laughs> い,やいい話っていうのはその今の説明がいいっていうかそのえー、その前田刑事だっけ前田,前田刑事のその人間の大きさをこう伝えるものとしていいエピソードなんだけどあの肉付けしてあげるのはいいんだろうねそのエピソードに例えばえっと そ当時の時代背景とか、いかにそのこう他人が信用できない時代だったかとかさ。あ、戦国時代のね。うそうそう、例えばさ、今のこう現代の人からすると、下人って言われても、どのぐらい、その、こう、人を殺す可能性のあるやつなのかとか、悪いやつなのかとか、信用ならないのかっていうのがピンとこないと思うんだよね。だから、毒見しないで食ったって言っても、まあ、でも、普通、毒なんか入ってなくねみたいな感覚だと思うんだけど。 いかにその人が簡単に殺されてしまう時代だったか、そしてその緊張感のある状況だったかとかっていう方から入ると、<ー>な,のになのに刑事はっていう話がこう刺さると思うねん。あっ、捨て丸は刑事に会う前、うん、里の、えー、と同僚の忍者を全員殺してきました。おお<ー>、全、うん、かあるんだ。ねうん、そう、なんかそう、全員殺して来る。うん それもしかも刑事知ってたかなみたいな感じで。うん。だからもう何,何でもやりますよみたいな形からの、もう一回こう、味方になったら。味方になったらもう全部信じるよみたいな。なるほど。っていう、追加エピソードでございます。<laughs> そう。そう、だ多分ね、肉付けの部分、その、俺はこのシーンが好きなんだっていうシーンはそれでいいと思うんだよね。その捨て丸が作った食い物を刑事はドキュしないで食ったっていうシーンを。 でよくてあとはその盛り付けだけだと思うね。そんなことがあとは周りのその顔を埋める作業だと思う今明らかに俺もう切り方下手でしょ、ね。ま、もい,いい肉なのに。<laughs> お皿とかなんかちょっと汚いみたいな。逆に C プロはなんかないのそういう漫画のこういうシーンが好きとか。まあ、い,いかうベタでもいいよ。もうドラゴンボールとかでもいいよ。別に。ああ、そうか。じゃあ俺が何かプレゼンするっていう。 そう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 。何がいいかなその。クイーンズ・ギャンビット見ました見てない。あ<の><て>前回ちょっとその話したと思うんですけど、今ネ、うん、ットフリックスでクイーンズ・ギャンビットっていうあのドラマがあるんですよ。うん、これ、あのー、あ,あの。チェスのやつかそう、チェスのお話なんですけど。実話か、多分。そう。まあ実話ベースとか知らないですけど、まあ多分フィクションだと思うんだけど、うんまあ、その一人の女の子がいて、その女の子は、 あの孤児なんですようん、うん、親がいなくなっちゃって、うん、孤児院にいるんですけどで、まあ、そこでねそこキリスト教の孤児院だからすごい厳しくしつけられてるんだけど、うん、あの夜に精神安定剤を配られるんですよ。うんはい、当時は合法だったらしいんですけど、うん、でその精神安定剤をその時に飲まないで夜中に一気飲みするんですよ。 そうするとトリップ状態になれるっていうのは、その個人の中で悪いやつの中で流行ってるんですね。で、その悪い遊びを教わったんですけど、うん、で、その女の子は、そのトリップ状態を使って、チェスのトレーニングをするんですよ。えー。8番ダイバーだ。わかる、まあ、それにも近いかもしれないですけど、イブ天井の、天井にマス目みたいなのがあるときあるじゃないですか、格子が。うん、あのパネルが張ってあって、それをチェスのマスに見立てて、とあのトリップしながら、チェスのトレーニングをするんですよ。うん それを膨大にやってたから超強いチェス選手が出来上がるわけですよ。うん、その後、あのシャバに出るんですけど、うん、その能力を使って勝ち上がっていくっていうのがその最初の方のエピソードなんですけどそれってすげえ好きであのー、漫画のキャラクターのなんで強いかっていう、うん、なんかその説明がすごい好きなんですよね。 何かしら特別な能力があるんだけど、なるほどね。はいはいはい、そいつはなんですごいのかっていう説明が、うん、あの良ければいいほど俺はすごい好きな作品。なるほど。あ、それはそうだよね。うん。そう。な、な、なんだろうな。例えば、まあ、理由がないやつもあるけど。 ドラゴンボールだったら、まあ、亀仙人のところであの修行してたっていう描写があったりして、うん、その修行もこういう修行したから強いっていうのも分かりやすいし、うん、それとは別に描写はされないけど例えばなんだろう弱虫ペダルだったら自転車に乗るのが超速いんだけどそのオタクなんだけど自転車に乗るのが超速いなんでかっていうと、うん、千葉から秋葉原まで毎日自転車で行ってたから、うん、非常に極力が発達してるからそいつはあの、うん、競輪の、あのー、才能がある。 みたいなそういうなんか、そこの設定が面白ければ面白い方好きなんですけど、クイーンズ・ギャンピットはなぜ強いかっていう話のかりがすごい好きで、ハマりましたね。ぜひ説得力があるっていうことでね、その強さの。そうなんですよ。なるほどね。こんな感じでどうでしたか。やるやん。ちょっと見たくなった。ちょっと見たくなったね。欲しかったかな。うん 早口になったましあでもまあまあまあ,あのいい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 と思う。うん、ああちょっとさあ、さってきましたよ。かなり。先にそのなんで主人公が強いのかの説明をしてからの方がよかったです、ね。多分主人公はどれぐらい強いのスクイーズ・ギャンピットですか。うん、主人公はもうなんかその、シャバリ出たのが多分中学生ぐらいの時に外に出るんですけど、うん、まあその州のチャンピオンをシるぐらい強いです。えーうん。やばいね。 チェッツはあれなんですよね、名人っていうかあの、世界チャンピオンになってる女性が過去にいるっていう。あそれをじゃあモデルにしたのかな。なんで、多分、うん、そういう実話ベースもちょっとあると思うんですよね。まあ、フィクションが多分さすがに多いと思うんですけど、ただ、チ、うん、ェッツはそこらへんもすごい、うん、だから夢があっていいよなと思って。<う>なるほど、だからゲ,、うんまあ、ゲーバーのエピソードっていうふうに見ると、なかなかいいなっていうう思いますけどね。うんはい、というわけで。なるほどな <laughs> い,いやいや、あの、いやいや、なんか、俺、俺なんかあったかなと思って、自分がね、なん <laughs> も、あ、ちょっと関係ない、関係なくないか、一応漫画の話なんだけど、いいちょっと買って軽くして、あのさ、俺さ、その、ドラゴンボールを若い子に見させるときに、なんて説明すれば見てくれるんだろうって思って、おー、いいテーマですね。しいあ<ん>で、俺たちにとってはドラゴンボールってもう、 青春じゃん、うん、俺は見てなかったっす。ああ、そうなんだ。見てないうん。え、全部見てないじゃん。今も見てない。全然、まあ、全然見てないっす。あんまちょっと知ってるぐらいで。なるほど。むしろ全然刺さらなかった感じ、それは。俺ね、だから結局その、要はさ、例えばじゃその願いを叶えてくれる龍、えー、がいてっていう話から入っても、多分そんなに興味持ってもらえない気がするんだよね。要はだから、そうや、ね、って物語の説明になっちゃうから。 で、俺考えたの。なんだろう一番こう引きのある部分ってドラゴンボールって思ったときに、うん。ーって考えたときに、あ、ご飯覚醒かなって思ったの。お<ー>あの、セル編のね。うん、セル編まで行くあ、なるほど。うん。あそこ結構綺麗に終わったじゃん。本当にこれで終わるかもしれないなっていう終わり方したんだよ。うん、セル編は。で、えっと、 まずその『ドラゴンボール』ってもう歴史に残るぐらいの主人公至上主義の漫画じゃん。やばいじゃん。あの主人公 B キっぷり、あの漫画。本当にそれまではそのいろんなキャラがいてすごいなんか強そうだったり魅力的だったりするのにあの一度ご悟空に破れたやつだってマジでゴミとかすじゃん。 <laughs> 一生追いつかないじゃん。その追いつかないし、次出てくる敵の前では絶対みんなもうただのカマセイヌになるじゃん。まあバトル漫画の宿命かもしんないけど。そうでもなんかご飯だけはさ、なんかずっと、なんつうの。最初に出てきた時からさ、こうラリッツにさ、体当たりするときさ、戦闘力すげたかったりとかさ。うん、なんかこう、ナッパがこう、あのー、出てきた時に、ね、ま、先行2800とかでさ。なんかこう、読者がずっとこう、期待してたキャラクターだったと思うの、ね、よ。悟空以外で、唯一。 ああ、なるほど。そうそうそう。はい、う悟空以外でそ、どうせ悟空なんだけど、この漫画はっていうのはもうみんな分かってるんだけど、ファンだけはどっかでや,やってくれんじゃねえかみたいな期待が多分みんなずっとあったんだよ、うん、あの漫画。うんうん、いつこいつはその隠された力を発揮するんだろうみたいな。うん、まあ、少なくとも俺はそうだったね。ラディッツ編では一応続きでよろめかした。まあ、ベジータの時は、ナッパの時はまあマセンコープラス、まあ、大猿になってベジータに乗っかったみたいな。ちょいちょい仕事してて、で、<laughs> なめっくせ行ったときに、俺は見限るのよ、ご飯を。こいつはもう、ダメだなと思ったの,あの。全然活躍しないし、その最長老が眠ってる力を引き出すっていうところがあって、うわ、これもう絶対ご飯やばくなるやつじゃんと思ったら、そんなに引き出してもらえなかったっていう。で、あもう、鳥山先生はその設定やめたんだなと思ったの。ご飯実は超やばキャラだよみたいな設定だったと思うんだけど、あもうやっぱご飯一本で行くんだなと、先生は。 あ、ご飯じゃない。ごく一本でいくんだなと思って。うん、でも諦めてた、俺。ご飯覚醒を。覚醒っていうか、ご飯が強くなって現れるっていうのは完全に諦めてたんだけど、その後の人造人間編で、最後の最後に、あの、ご飯が覚醒するじゃん。で、あの、だから、初めて、僕以外が敵を倒すんだよね。あの漫画で。うん、そう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 。っていうその過程を、まあ、 それぐらいしかね、なんかね、ドラゴンボールで俺、なんか、これはすごい、なんかドラゴンボールっぽくねえなって思ったシーンとそれぐらいしかなくて、あと全部悟空が強くなって、やっつけるっていう話だったから、若い子に説明するときにそれぐらいしかなんか俺、引きなるシーンがなかったんでね。あるかもしれないですよ。読んでない。え読みたくなりましたいや、今のでは全然読みたくならなかったんですけど。<laughs> あの、ドラゴンボールって俺の中で、インフレの走り あ,あ、あそれいいじゃん。いい視点だね。だから、あのー、うん、しかも何がやばいかって言ったら、今でもインフレしてる。今とっても。ずっとインフレしてるんで,で、今ってインフレって当たり前じゃないですか。でもそれの一番最初ってことなんで。<laughs> あ、インフレ当たり前なのかなでも。今はもうインフレしますよ。いや、あのね、違うんだ。多分その当時のジャンプ漫画は、どんどんインフレしていくんですよ。うん、セ徒トセイヤもそうだし、な,なんでも。 だんそうだんだん、ロット的に、あの、勝ったやつに勝ったやつに勝ったみたいな。あ、はいはいはい。まあまあ、ジャンプの方針みたいな。で、ある一定時期から、それ、なくないみたいな感じのアンチテーゼとして、例えば、ジョジョの4プトとか、あらき先生。あらき先生。そういうのが出てきたのかなっていうイメージですかね。俺れはドゴンボッでもインフレっていうイメージなんですよ。インフレ。どうしようもないぐらい強くなる。そうだよね。 あの,あの人もすごいよね、あのあの何トリコの人もね。あトリコも超強くなりますもんね。トリコはインフレ界の多分トップだと思う。シマブーですよね。シマブーはトップ <laughs>、うんいや。いや、でね、俺、あのそれでねいや、実はこのドロンボールの話はとっかかりで、ドロンボールの話したかったんじゃなくてあの、その読者にストレスを与えて、で、いつ,いつその気持ちよくさせてくれるんだよ っていうのってあるじゃん多分意識的にやってる。うん、で俺あのそのグランのあの覚醒とちょっとゴォンがえっとレフェルピトーだっけンを倒すシーンって、うん、結構質は似てると思うのね。うん、っていうのはゴォンって、まあもまあ、結構強いけどもっと強い人いっぱいいてででもなんか片鱗はちょいちょい見せるんだよ信長に腕相撲で勝つとか<ー>あの斬るあの兄ちゃんの腕折るとか。 あの、本来みんなが見てるゴンよりも、一瞬やばい姿を見せる。怒った時に。で、こいつはなんか、読者もあの、今俺たちが見ているゴンじゃないゴンがなんかあるなっていうのをなんかわかってるってのは、まあ、そういうのまあ伏線って言うんだろうけど、なんかこいつは、やばそう。 このニコニコしているこのゴンとは違う、なんか内側に獣がいるみたいなのをなんとなく読者が分かってて、でもこれ、いつ見れんのみたいな。だって、あの、ありへんって超後の方だもんね、漫画の中で言うとね。何十巻っていう後で。で、俺結構だからちょっとまあさっきのドロゴンボーの話と同じで、ちょっとなんかゴンのことに興味がなくなってきてたのよ、ハンター×ハンターで。んんゴンがあんまり 好きじゃ、好きになれないなっていうか、なんかちょっと気持ちよくさせてくんないなみたいな、俺のことを。って、うん、思ってた時に、あのネフェルフィトのところで、その、怒って覚醒するじゃん。で、それが、俺、あのシーン何が好き良かったかっていうと、あの、ご飯の時は、そ、してたものが出てきたのよ。ポンって。あ、ありがとうございます。僕、これが食べたかったんです。鳥山先生、ありがとうございました。僕が見たかったご飯はこれでした。 っって思ったんだけどそのゴンの時はなんか俺がこいつをどっかでその本当のこのなんかチラ見せチラッチラって見えてるこいつのやばい部分を見した時にどうなるんだろうっていうでももしかしたら見せてくんないで気まぐれだから漫画終わんじゃねえかとか何かいろんなこう複雑な気持ちがあった時に俺の想像してたのよりもはるかにショッキングな方法でその覚醒をさせてやっぱこの人すごいなみたいな。 シーンとしては多分そのご飯がセールに勝った時と、倒した時となんか似てんだよ。ずっと読者にストレスを与え続けて、いざっていうところで爆発させたのは一緒なんだけど、爆発のなんか形がもう、怖すぎて、なんか、あれでやっぱこの人すごいなっていう、思ったね。ハンターハンターのあの、ゴム爆発で。今の話を聞いてたことあるんですけど、やっぱ勝手に口が上手いっすよね。なんか。 上手だと思いますよプレしゃ喋り方は相当ある。<laughs> 喋り方ある。いやなんかあのー、こう、ちょっとはにかんで言ったりするじゃないですか。で、今からなんかちょっと面白いことを、ああ<ー>好きまあぶつかると俺がこれ、心ここのシーンすごい好きなんだっていう感じで喋ってくれるんですよね。うんうん すごいなんか聞きやすいなって俺ああ、だからワクワクしてるか様子が伝わるってことね。あそうそうそう。あ<ー>俺ここはすごい好きなシーンで、で、説明しますみたいな。ああ、まあ、淡々とは話さないもんな、好きなもの話すときに。そうああ、だから俺すごい、あの、すげえなと思ったんだ。やっぱ、ご飯の時の、そのセル倒すやつとあの、ネフェルピトを倒す時の、この興奮の度合いがすごい違いすぎて、飛ばしすげえ。でもあのさ、えあの、 覚えてるかどうかわかんないけどあ、まあ、石倉見たから覚えてると思うんだけどあのご飯が片手でカメハメハウってさ<あ>後ろでさ悟空がさカメハメ打ってるあのあの一枚ではめちゃくちゃかっこよくなかったそうだから俺「ドラゴンポール」の何が一番やばいかっていうと、うん、あの絵が死ぬほどうまいっていうこ、ね、そうそうなんですよ一番映ってるとこなんじゃないか絵が死ぬほどうまいから見た方がいい <laughs> そうあ,あれはもうなんかもう天才だよね多分ねあのその漫画の<や>画力に関してはね、うんうん ね、あの先生は鳥山先生はやっぱり大事な勝負の時は片手なんですよ。<laughs> あのピッコロのピッコロ貫く時も片手なんですよ。確かに。あれはご悟空の幼少期の最後の戦いなんですよ。でご飯が少年期で戦う最後の戦いも最後は片手なんですよ。ああ、なるほどね。 そ,うあそれ確か気が付かなかった<う>確かにそうですねでやっぱね最後は片手で、ね、でそれで少年,少年期はそれで終わるんですよああ鳥山先生さすがだなっていう、うん、あの人多分好きなんだろうね片手っていうのがあの人の中で分かりやすく、うん、ピンチで <laughs> 逆転っていう感じがあるんだろうね <laughs> なるほどねあれちょっとなんかまあ、うん、俺の中で数少ないドラゴンボールなシーンだなって思ったそれ一番いい押せるところじゃないですか,かなりいいなえ まあ、こじつけなんだよな、でもな。だから、あの、まあ、俺、正直、この話って、ハンター・ハンター、話す前提の話だから、あ<ー>そう、ドラゴンボールが中心じゃない,ないんだよね。だからふとドラゴンボールを、あの人に勧めるにはどうしたらいいかって考えたときに、ご飯のシーンかなってなったときに、だとしたら、やっぱ、富しすげえな、になっちゃって。<laughs> オチはそこなんだけど、富しなんだけど。 ドラゴンボールやっぱ俺、ドラゴンボールじゃないが一番好きだからな。話、漫画としては。<あ> Z になる前の。ですよね、あの展開、うん、一武道会っていうその仕組みは最高に上がりますからね。あれはかったね。出てくるキャラもさ、なんか良かったよねそ<う>あのい。お色気で戦うやつとかさ。そう,そうそうそう。これ、漫画に出てくるベストバウトを考えることがあって、うん、絶対もう、かなりトップ1位か2位ぐらいには面し。面白い話だね。面白い話だね。クリ,リン対マジュニアっていうのを。 鉄板なんですよえクリリンってマジニア全然覚えてないいや、まま、マジか。あれいい勝負するんだっけ <laughs> いい勝負するんですよ。あのカバスリだと思われてたクリリンが、うん、絶対これマジュニアにしょられるんだろうなみたいな。はいはい,はい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 。クリリンがこう意外といい勝負して、うん、めちゃめちゃ追い込むんですよマジニアを。あ<ー>、うんまあ。でさまあ結果はそれ当然マジニア。でもその。 殺しちまったかっつって思いっきりぶん殴って、うん、殺しちまったこれで失格だっていうふうにマジュニアが言うんだけど、うん、普通にあいたたたってクリーニングが起きてきて、うん、それを見たマジュニアが地球を征服するのは一筋縄じゃいかねえなあ。なるほど。最高に上がる終わり方をする。えー、そ,れいい、ね、そこから、ね、好きで、はい。えー、うん、漫画ベストバウトの話はなかなかまあそれで要するにこいつらとんでもねえとこで修行してんだなっていうことをクリーニングを使って。 表現したってことだから悟空はどんだけすごいんだみたいな感じで、ね。<laughs> それもあるし、うんあの、クリリンをやっぱね、なめるなっていうそのトリオマークスのメッセージを感じ取ることができて。あまあ、一応地球人最強っていう設定だもんね。天津藩より強いんだみたいな。<laughs> <laughs> それも飲み会の定番話題ですけど、うん、天津藩とクリリンどっちが強いみたいな。<laughs> そう定番の話題なんだ。定番っちゃ定番ですん。 俺は天津飯が強いと思ってますけど。まあ、キック・ホーネ。キック、ね・ホで、でも俺、すごいなと思うなキック・で倒した、倒されたキャラってあんまんがいないんだよね。そう,ですそう。足止めにしかならないって、いつだって。俺はあのいざとなった時に、やれるのは天津飯だと思ってるんですけどね。なんか、その。天津飯とクリリンが直対した時に、天津飯はクリリンをやれるけど、うん、クリリンは天津飯をやれないんじゃないかっていう。<laughs> いや、あ<の>でも、あ、殺せないってことそうそうそう,そう,そうあ。優しいからね。そうそうそう。 コード部分を評価してラゴン,ン,ンボール。フルダーない、全然わかんない。ドラゴンボール。ドラゴンボールはあのー、ててんかったよねなんかその。まだインフレ前だったから。セ<ス>うん、タオパイパイとかね。はい,はいはい。うん な的見て,ん俺,って俺も多分ドラゴンボールが GT とかして<え>たの。えそんなレベル、うん、あのだからスーパードラゴンボールもやってたんですけど多分超後半でな、うんかよっしゃ一から見ようと思ったのは GT ですもん。えー、GT なんてもう俺からしたらもうスピンオフで俺からしたらっていうかみんなスピンオフでしょあれは。 スピンオフだよね、GT はね。実際スピンオフでいいと思うんですけど、まあ、Z までじゃない ?Z までだよね、実際スピンオフだよね、GT はね。実際スピンオフでいいと思うんだけどね。そういうのはあるけど、俺だって、ジョジョもあんまり、うん、あの評価があんま高くない理由、ジャンプを変え始めた時にやってたのはジョリーンだったからってあるんですよ。あ<ー>、うんまあ。あれもすごい面白いんだけど、なんかそれまでありきだよね。6部とかなってうん、まあそのつながりっていうかね。うん。うん そういうのあるかもしれないです。年代でもしかしたらね。こう一番面白い,時のにい。絶対あ絶対あるしあって見れてないみたいな。うん、絶対あるで、うん、しょ。でもなんか花の形状好きって面白いですよね。花の形状面白いですね。いやだから逆に古すぎるとで、ちゃんと完結してるじゃないですか。うん、結構まあそんな長くなく。ああ確かに。だからすごい見やすかったな。ベストバウト。<laughs> 俺の中のベストバウトは 1>, 1位。 いやでもちょっと難しいなこれ難しいですよね俺もかなり悩んで毎年更新されていくんですけどいやこれ恥ずかしい可能性あるしなどういうこと朝みたいなあっ朝みたいな感じ花山薫対スペックあー俺もそれはかなりあれは普通にあれ入りますかやっぱあれ上位でしょいやあれは上位でしょこれあと恥ずかしいのかなって今思っていやいやいやあれめちゃくちゃいいでしょ何これかねまたおじいさつ見ないやでも俺はあの そうバキはあれなんだよね。あのバキ対ア兄貴ジャッカンマ。ジャッカンマ、うん、が1位なんでね。あれはなんかそこまでのその、キケとしては素晴らしいも、ねうん、俺俺はバキの中でベストバートは、あのオロチカツみたいピクルズ。あれなんだ。<ー>好きです俺俺。なんでなんかそこまでの,そのロジックの組み立て方とか。 むちゃくちゃじゃないですか関節が無限にははい、はいイメージしてみたいな。そうそう、それも好きだし、うん、終わり方とかも好きだし、うん、なんかそのさっきの話じゃないけど、その明らかに知られそうなやつが勝つみたいなのがやっぱ好きなんですよ、きっとね。あ<ー>フリリンじゃないけど、普通にピクルに食われて終わりそうなカつが超検討するみたいなところとかがえじゃあもうあれじゃないの、ね、やっぱ、男爵 D の体。それも好き好き好き。好きです確かにでも、なんか。

漫画のやばいですねね確かに漫画ごすぎるよ、本当にすごすぎる。日本の子どもと分かってんだ、キムラ馬イバシバネ、サイコウキムラタイバシバ、サイコウスだったね。リアル、リアルの方はじめの一歩。はじめの一歩。はいはいはい。はじめの一歩。 あのー、なんか、もしかしたら今回こそはこいつやるんじゃねえかっていう、あのー、ワクワク結構好きで、あのー、カメレオンでさ、えっとー、主人公の矢沢がさ、はいはい、えっとー、ねあ、あれって誰だったかなー結構終盤なんだけど、マジでうろう覚えだからわかるよ。ああ<ー>、<laughs> あれっすよね、駐車場のなんかシャッターの中で戦ったやつじゃないか。それ薫る カオルじゃなかったんだよな。なんかね、なんかとにかく誰かが、その、矢沢の好きな女の子がいるんだけど、名前何だったかなヒカル。ヒカルか。そう、ヒカルちゃんに無理やりキスをするっていうシーンがある。それは、あの、あはいはい、カメレオンの中で1回しか出てこないシーンなの。ヒカルちゃんは誰ともキスをしてないの。えー、で、矢沢はどうしようもないやつだし、あのただのラッキー野郎なんだけど、ヒカルちゃんが好きってのだけはガチなんの。うん、で、その、初めて、えっと、ギャグ漫画にも関わらず、 えっと、矢沢が、切れるシーンで終わんそれないのよ、あの漫画の中で。これ、うん、結構カメロン好きだから読んでたんだけど、うん、矢沢が切れて、ギャグなしで、次週ってなかったの。だから、え、これマジで矢沢覚醒あるんちゃうっつって、すげえなんか、次週楽しみだな、みたいな。ワクワクしたのを覚えてる。なんかそういうの好き。なんか本当ダメなやつなんだけど、一個だけその、触れちゃいけない爆弾みたいなところがあって、地雷みたいなところがあって、 時代踏むとなんかちょっとこうそいつの隠れてた一面が出てくるみたいなまあ結局結局その後 <laughs> 結局その後別に矢山は戦わないんだけどちょっとちょっとえこれもしかしてって思うドキドキする実習のマガジンが楽しみだ完全にでもそれご飯オンラインって一緒だからやっぱ性癖が出るなっていうか好きなああそうねそう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 なんか貯めて貯めて貯めてっていうのが好き、うん、そうだねうんそうそこなんでしょうね 俺も2番手3番手のやつが頑張るところが好きっていうところがある確かにそうですもんねうんうな。あそうなのいやだからパッと出てこなかったっすよそう、まあ、結構あるけどなほんとに感動するようなキャプテンのね青葉中との対戦の時に谷口君が最後指, <laughs> 指折れてんのに 自分で決定打打つ時のシーンとか、俺、超好きなんだよな、なんか、その時に、俺、さ、そんなに顔から冷やせ出て、もうさ、冷や汗かきまくってさ、顔が真っ青になってるやつがさ、でも俺が打たなきゃダメなんだっていう、その現実を受け入れてさ、指折れてる状態で、フルスイングするときに、出た言葉が、ふわっだったんだよ。つ <laughs> って打つの <laughs>。なんか いいとこんな声なんだろうなと思ってガチで指いてる時に打つ時の出てくる声谷口くん<え>はキャプテンキャプテンの初代キャプテン初代キャプテン主人公変わってくる言うとだからそれがいいですよまあそんなそんな感じですかね、まあ、だから質問の話で言うとあの 好きなシーンを、えー、好きなシーンとか好きなキャラとか好きな、えー、なんだ感じで1個決めてでそこに向かうための外堀埋めるっていう手順が俺はよくやってますねっていう感じね。全体をの面白さを伝えるっていうよはここまじ面白いなんかおすすめポイントみたいな感じで。うん、そう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 。 プそう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 。なんかさ、でもさ、よくさ、映画とか漫画とかでもあるじゃん。衝撃的なシーンをビーンって最初に見して、うん、で過去、過去から始まるみたいな。うん。俺はそういう手法に近いかもしんだけど。うん、そう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 。最初にバボーンってすし、ここがすげえっつって、で、それというのもねっていう感じで、過去に戻っていくみたいな感じが多いかもしれない。なんか、書いてある方が なんか店入りやすいなと思いますもん。あそう,そうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。うん、うん。おいや、すごい例えだね、そうだよ。いや、なんかあったんですよね、あの、うん、ゴールデン街になったんですよ。おぉ<ー>だからそ、それで俺も店入ったりしたんで。うん。んそうそうそう、あな,なんか一個さ、そう、そうなんだよね。興味を持続させないといけないからね、話聞いてもらうっていうことはさ、うん。1分とか2分。 拘束するわけじゃないですかもっと長いかもしれないけらやっぱ何か出すっていうのは YouTube とかの手法とかそうですけど <laughs> この後面白いことがありますっていうふうに提示するっていうのがあれはそうだから俺あの、うん、<laughs> それこそこういうプレゼンをされたことがあってまあこれゴンタだったんだけど、はい、この漫画は、まあ、漫画の実際の名前出さいんだけどこの漫画はつまらないですとあの全体100あるとしたら90ぐらいつまんないですとただラスト10% 死ぬほど面白いです。って言われて、超つまんなかったんだ、確かに途中まで。うん、ってど読んだもんね、うん、で、ラスト10%ちゃんと面白いんだ。<ー>だから、やっぱりその、ラスト10%の希望があれば、我慢できるんだな、人間はっていう、うん、途中どんなにつまんない。れ多分進めてくれた人への信頼も結構ありますよね。いや、なんか、っ読んだからもったいねえなと思っちゃって。<laughs> そう、なんか、 そうそうそう半分ぐらい読んでさ、もうこれ、いつまでこの地獄続くんだよと思って <laughs>、うん。それはなんか、うん、読んじゃったな。だからそういう進め方すると、結構みんな読んでくれんじゃないかなって気がするよね。そ,うすそこに至るまで読んでくれるって俺練習しよう。<laughs> 練,習練習するんだ。マジで俺の本当に足らない部分。いや<ー>漫画プレゼン大会やりましょうよ。 漫画プレゼン大会、全然おろい,いよ、全然いいよ。うん、俺はいいよ。うい,いよ、さすがに、さすがに、さすがに、あれだな、あの、わかんない。でも、どっかに強者が隠れてるかもしれないけどね、いいねプレイヤーのにね。全然参加したいと思わないですけど、うん、多分した方がいいんだろうなと思って。<laughs> <laughs> 意外と準備してったらなんか変わりそうなけど、でも俺も好きだから、<う>うん、自信はある、多分あ、ほん準備だったらいけるんじゃないかなと思う。 結構面白そうだよね。やってみようか。い,いいんじゃないですか。なんか、作例強者が本当にいそうな気がする。う,ーんうん、確かに。何の漫画でも、んちうと、なんか。うんそ,のその漫画のチョイスも含めて、やっぱセンスなのかなって気がする、ね。プレゼン力ってやっぱ、そうですもんね。ただ、説明の仕方ですもんね、単純に。説明の仕方とか、まあ,あとはその、そんなふうに見るんだっていうことだよね。ああ、そうですね。 あのただそのしら、みんなが知らないことをただその、教えるだとプレゼンにならないから、うん、みんながし,し、見たとしてもあんまもういまいちこう、はい、響かないようなものを、こう、あえてその,その人の視点から入っていくと楽しめるみたいな、とか、がいいプレゼンな気がするけどね。ただ紹介するよりもね。なるほど。うん。なんかすげえこれ、 引っ張ったな。引っ張れたな漫画の話一緒できますか漫画の話一緒しちゃうんで。じゃあ次ラストぐらいにしよっか。はい。いえっと、今、フードが言った。あ、石井プロなんかないあ、漫画の話に夢中だと。やばい。えー。何だろう。なんか、くだらない話じゃない方がいいですかいや、何でもいい。マジ何でもいい。くだらなくていい。くだらないじゃあ、俺これ好きなんで、これにしましょうか。はい。 えー、梅原さん、フードさん、翔平さん、ごめんなさい、えー<あ>えー、ラジオネームからね。<laughs> うん。ラジオネーム、生駒エンジェルさんからのお便りです。<ー>梅原さん、フードさん、翔平さん、こんばんは。突然ですが、友達3人と部屋で遊ぶとなった時に、お菓子を買ってきてと言われたら、何を買っていきますか自分は昔そう言われた時に、キャラメルコーン、ポテトチップス、かっぱえびせんを買っていきました。 すす。るととソース感を食らってしままい、いいいいい。だにあいつにああつはは任せなな方がいいあれれマジでないと言われますその度に俺はおかしくない君たちの感覚がおかしいと言い返すのですがいかんせん3人の中でのやりとりになって数の暴力で押されてしまいますそこで梅原さん、フードさんそしてリスナーの皆様にもお伺いしたいのですがこれは自分の感覚がおかしいのでしょうかそれとも友達の感覚がおかしいのでしょうか ぜひお聞かせ願えればと思います。このままと一生お菓子マウントを取られてしまいますので、すごく深刻です。とのことです。なるほど。はい。えーっとみ、じゃあ3つ選ぶってことだよね。そうですね。これはポップコーンと、かっぱえびせんとポ、ポテチ。ポテチってのはあれかなあのカルビーのポテチ。キャラメルコーンはポップコーンじゃないんで、キャラメルコーンか。うん 赤い赤いパッケージ。ああはいキャラメルコーンねこのごめん。キャラメルコーンと、ポッポポじゃないか思います。ポットチップとカッパ優先かまあ、単的に言って、この3つはメハウさんから見てどうですかありなしで言ったらどうですか何点ですかなんか、お母さんみたいだなって思うよね、まず。はいはいはい。なんか、あの学童保育の先生かなって思う、まずチョイスがね。キャラメルコーンは確かにな、ちょっと。そう。 お気に入ってるっちゃお気に入ってるなっっっちちゃゃおお気気にに入入てててるるな思うんですけどね、これはね、誰が来てもいいように、5歳ぐらいから80歳ぐらいまで来ても大丈夫なようなチョイスだよね。<laughs> つまりだから、もっとこう、要はその深夜番組みたいな、俺たちに刺さるお菓子を持ってこいっていうことが言いたかったわけで、ね、<laughs> っきの漫画のプレゼンの話に近いと思うんですけど、うん、お前が面白いと思う、お前がうまいと思うのもってことそうだね。 うん、はいはいえ酒じゃないよね普通に飯を食うだけだよね、はい、お菓子を食うだけだよね酒が関係ないここ遊ぶけど、はい、いやーそしたらまずだからそのどうなんだろうでもあ,るある程度でもそういう時はあの意外とあの歌舞伎揚げとか買っていくかもな自分では食わないんだけど歌舞伎揚げってある自分で食わないのも買うの <laughs> いや、嫌いじゃないんだよ、歌舞伎揚げ。だけど、なんで歌舞伎揚げ買うかっていうと、歌舞伎揚げってさ、袋に入ってんだよ。あのた一人一人が袋で取って食えるっていう、あ,あ,あの、バカ受けとかさ、ああいうのってそうじゃん。<ー>その、うん、ポストチップスとかってこう、なんつうのバカって開いて、そこにみんな手突っ込んで食うじゃん。ねえ。だからそうじゃなくて、なんかこう、袋があった方が、ちょっとこう、みんな手、うんうん、なんか、人によってはちょっとこう、嫌なのかなとか、気遣ったり、だメンバーによるな。うん お気に入ってますんけど今意外とお気に入っちゃうかなって思っちゃったけど。<laughs> <laughs> 俺,俺ね、最近来てるのがむしろ、うん、あの品川焼きあの,せあの普通のせんべいに醤油せんべいにあのりがこう巻いてるちょっとちっちゃいやつ。<laughs> まま、なんか、細いやつ、細くて丸いやつしてます。想像がつかないんだけど。せんべいじゃないのそれ。せんべい,いわゆる、ま、ちのりせんべいじゃないのもう本当に。 のりせんべいなんですけどもう本当にちっちゃいやつなんですけど、うん、これが美味しいんで,でしかも醤油とのりって昔は結構食ったと思うんですけど今って全くみんな食ってないと思うんですよだから食ってほしいなと思うこれうまいぞこれ <laughs> <laughs> お前ら昔食ったこと,とないかえだからそういうことなのかなと思うし俺あの,あの自分好きなお菓子でいいんだったら俺一個 要するにこれ、三つのこのデッキを組めってことじゃないですか、要するに。<え>うそうだ、それってでもさその、自分だけでいいの自分だけでいいのじゃあ、それ。自分が組んでいいああ難しいよね。でも、そこはある程度、やっぱ、そこ、性質が出てくる。んでしょだから、うーん。うん、俺ね、ねあの、ちょっとこれ、うん、ちょっとその話とは違うんだけども、さっきの、俺のストレスを最終的に、こう、回収してくれたお菓子が一個あって、はい、あの、ハッピーターンなんですけど。<laughs> まあ、そうですよね。ハッピーターンって、<laughs> まあ えっと、あの、あれじゃん。神をさん、んシュルシュルシュルってやって食べるじゃん。そうすると、あの、粉、あれ、ハッピーパウダーって言うんだけど、うん、ちょっとやばい感じの <laughs> 名前なんだけど、<laughs> ハッピーパウダーがすげえついてる部分と、あんまついてない、ただの醤油せんべいみたいな部分があるじゃん。あるって。俺、はい、れはあれ当たり外れ正直あるなって思ってて、うん、で、なんかもっとこのハッピー,ウダーパウダー当たりばっかり食える状況ってないかなって思ってたら、 突然、ハッピーターンが、ハッピーパウダー、なんか200、200%増量とか、始めたの。ある日。300、なんか、最終的には300%ぐらいまでいってた気がするんだけど、つまりどういうことかっていうと、子供の頃に憧れたあの、ハッピーパウダーが、ふんだんについてるハッピーターンが一時期売られてて、それは俺は子供の頃からの、念願かなったなっていうか、あれがまた発売されるんだったら、俺は、ハッピーターンは入れたい。 おうん。その三百パウ。三百パウ入れたい。パウダー三百パウ入れたい。まあうまいですよ。<や>うまい。<も>うまいよね、絶対。話の種になるのが。やっぱお菓子なんて正直どうでもいいじゃないですか。そうね。なるほど。ねうん、それで、こう一つのこう、トークが生まれたら多分の字オンのジャネス。確かに。 だから、おそらくそれがなかったことに対してこうディスられたっていうい。そういうことなのかな。<laughs> でも、お気に入りとやっと、どうしようそうなるよね。お前俺でも、食ったってことで言うと、えっ、ー、と、あれ、カタげは超食った、タ、ね。カげとピザポテトは超ョクッタ。カタピザポテトはすんげー食ったあと、子供の時の思い出で言うと、クリッパーっていうの超食ったねクリッパークリッパーって、僕みんな知らないんだよね。結構 CMS たんだけどね。クリッパー,ー,パーじゃないですよ。 いやクリッ確かクリッパーうん。画像を見てる <laughs> 車ルマ出てこないっす。いや、出てこない。出てこない。ってよ、調べても出てこないんだよ。え、<laughs> それだけだよ。出番だ。ああ、ある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 。あるでしょ、うん。うまいよ、ね、うまかった、ね。じゃがりことか、パワークリームオニオンの。 ちゃうなと普通に美味しいあのプリングルスって何買うサワークリームフォアクリームオニオンあれさあれさサワークリームオニオンのさプリングルス一個あったらさ三日ぐらい持たない一人で持つ持つすっかり、ね、あるのあれのなんか栄養栄養素つうかなんかカロリー味の濃さがすごいすごいよね飯のおかず <laughs> あれで <laughs> あれすごいよなぁ、一人じゃ食えねえんだよなぁ。<laughs> 俺好きななお菓子ブルボン系なんですけどあチョコあ甘いやつか。バームロールああ<ー>。<え>それい,い,いや、もうそれこそだって、それあれじゃん、なんか。親戚の家にあるやつよ <laughs>、うん。てか、なんかその待ち時間とかにあるやつだよな、なんか。 <laughs> そのこちらでお待ちくださいって時に置いてある食い物じゃねそれお菓子じゃねいえー、でも好きなんだ、ね、えー、アイスは <laughs> アイスはハゲンダツなしハゲンダツなしアイスのみ <laughs> アイスのみ最近 <laughs> 味が1個しか入ってないじゃないですか 知らん。昔、いろんな味が入ってたんですよ。もう身じゃないじゃないですか。身は身なんだけど。自分で買ったことねえわ。えうん、アイスの身は。人からもらうもんだったね。1個。ピノ、ピノね。ピノはうまいね。ピノ強い。100円払っても別にいいって思わせるのがすごいわ。子供に。子供にとっての100円って多分、まあまあすごいからね。 そこで100円失うってねあの少量で100円使,使ってもいいって思わせたのは俺好きだったのね、オレンジフロートとかねメロンフロートっていう名前のね真ん中にバニラがあってあ<ー>脇はあのかき氷みたいな俺それのみぞれチョ食ってましたよあみぞれかみぞれもうまいよな練乳もうまいんだよ今ななくなったんすよねあんのかなあれうまいんだよな,なんかそのバータイプのやつっていうのはあんまりないじゃないですか あ,あカップばっかか。そう、今。ほんとガリガリ君ぐらいじゃない。ガリガリ君ってまだあるんだ。ガリガリ君はまだある。あはい、そこがさんざん。<laughs> だけど、全然違っのなアイスとお菓子とか。あ、ほんとっすかうんすげえ食うんで。あ、今でも今でも全然食うっすね。酒飲まないから。 あの関係ないけどな。いや、なんか、それもんだと思うんですよ。たぶん、なんか、嗜好品というところで、たぶん甘いものをすげえ食うんですけど。ああ、甘いもの好きな人はそうかもしれないね。毎日する食くてますよ、うん、今。毎日。アイアいうのはい、渋いな。<laughs> なんか、若い時に比べて、なんか、お菓子食うと、なんか、胃がやっぱちょっともたれるようになっちゃって。うん、わかる。<笑><笑>なんか、だから、次の日朝残ったりするんですね。そう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 。 夜ゲームやりながらおかしくうと、次の日の朝すげい胃にもたれるなって。うん、食わなくちゃって。まあ、でもそんなとこですかおかしい。対して、広録がありもしなかったですけど。肯定してほしかったと思うんですけど。うん、ごめんなんかあの、もうちょっと勝負した方がいいかなっていうふうに思います。まあ、なんか、その。うん、キャラメルコンポストチップスかっぱい 見え,て見えてこないよね、この人は、ね。ポテトチップスっていう書いてる時点で、うん、ポテトチップスだったら何でもいいよなみたいなところが透けて見えるって。味を言わないっていう。そこもいろいろあるじゃんっていう。俺、ちっちゃい袋のやつ買ってきたのかなと思っちゃいましょう。3人に対してこの量ありえなくねって言われたのかなとか、うん、あそういういこ<や>もあんのかなとか思っちゃいましょう。 チョイスなんだろうけどね、このよね。最近のおかしい事情もわかんないけど。まあ、じゃあ、そんなとこですかね、今日はね。だから、イコマエンジェルさんはもう一回3人に集まって、本当に自分が好きなものを3つ持ってってもう一回しようとしたら。ああ、なるほど。はい。頑張ってください。嫌われることを怖がらずに、馬鹿にされることを怖がらずに、お気にりかずに。なるほど。はい。じゃあ、まあ、そんな、特にないよな。 まあまあいっぱいメール来てたけどね。まあでもこんなもんかな時間的に。もっとなんか真面目なやつとかもいっぱい来てたんですけどね。いや、今回もう本当に来てて。うん、でも最近ね、すげえ多いの,よ,のよ。読むと増えるんですよ、ね。まあ、な。そらそうだよな。よ読めんじゃないですか、うん、もう一個ぐらい。いくラスティ,ーラスティー、ラスティ、ラスティ行きますラス、はい、<laughs> どうしような、じゃあ。どうする、じゃん真面目真面目にする ふざけたからまあそ,、ね、そうですね。えー、何がいいんだろううーん、真面目。真面目。真面目。真面目多いですよね。文章量の多さがすごいですもん。すごいよなもう、ねよ。読めないって感じ俺。 うんええ。あ、じゃあ、えっと、1個を重くやるんじゃなくて、サクサク答えれるやつだけ答えていく感じでしょうか。はい,は,いはい。はい、だからとりあえず読むだけでもね。そう、ヤンスさん。はい。えー、ヤンスさん2個目かなえー、っと。 梅原はにもう一つ質問させてください。えー、格ゲーの質問。えー、っと、次キャラの連動かキャラ対策か。ランクマをやっているとキャラ対に時間を割くべき時期なのか、自キャラの連動を高めるべきか、よく迷います。ランクマだと当たるキャラの予想がつかないので、相手の手持ちのカードを整理できておらず、読み合いの舞台に立てていないと思うことが多い反面、自、えー、キャラの連動が足りないからとっさの場面で楽しい行動を引けずに負けてしまったと思うことも多く。 今はどちらに時間を割けばいいのか迷ってしまいます。梅原さんは次キャラの連動とキャラ体のバランスをどうされてきましたかちなみに僕がやっているゲームは、スト5と鉄拳です。ということで、はいえー、まあ、これは次キャラの連動で多分、ファイナルアンサーですよね。逆っす。えー、<laughs> マジえでもさ、え、これはだってさ、そのまだ次キャラの,その選択とかを間違う段階だよ。 けど、自キャラは俺はやってるや勝手連動が上がると思ってるんで、うん、キャラ対策をした方が、へぇ、じゃあ逆なんだ。伸びる,と,るとに逆だわ、それ。思ってる。えぇ。さっきやったがうが、えー、自キャラも連動勝手に伸びるけど、キャラ対策は、やらないと伸びないから、やった方が。なるほど。っていうのが俺の一意見。へぇ、えー、あ、じゃあもう本当に逆だね。逆逆っす、ね。うん。すごい。まさかの。 まさかの、このサクッといって、そうそう、何な,な,なんだろうがわへぇ、びっくりした、そうなんだ。でも、自キャラのレントは勝手に伸びるっていうのは、多分フードしてな気もするけどねいや。いや、触っては伸びるじゃないですか、触ってんすよ、もう。うん、まあそうなんだけど、でも、その、触るスピード、えーと、伸びるスピードが遅い人からすると、ストレスなのよ、その、できてない期間が。対策するのにも、対策ができないみたいな。そう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 。 多分そういう人のだと思うんだよ、ほとんどの人は。だから、最初に自キャラの連動を上げるっていうのはそういうことだと思う。不器用な人って、多分そういう順番でやると思う。触りながら、対戦しながら、自キャラの連動が上がっていく人は、今のフードみたいな回答になる気がする。その違いはある気がする。2つあるってのは幸せってことどういうことですかあのそれに沿っってやった方がいいってこと 不器用かなと思ったら、うん、自キャラを伸ばしてからやったほうがよくて、うん、そうだと思うけどね。僕は結構動かせるぜと思ったら、うん、あの相手のキャラクターの対策すると、効率がいいっていう、うん、選んでいきましょうみたいなね。そう,そうそうそう、と思うよ。FA かとだと。<笑><笑>ほんと思うけどね。あともう一個、じゃあ、サクッと見ますよ。ノンフライさん。えー、梅原さん、フロトさん、いつも楽しく聞いてます。 コロナ禍ですが配信があるから楽しく働けてます。格ゲーの開発力とよくインタビューをお聞きするのですが、イワカゲーマーとして具体的どのようなものかご説明いただけないでしょうか。教えてくれくれになって申し訳ございません。この、えー、っと、開発力、まあ、簡単に言うと、 武器職人みたいな感じだと思うんだよね、イメージとしてはね。例えば、刀を振るう人はまあ当然プレイヤーで、えー、の刀をどう使うかとか、そういうのはまあ戦略の部分なんだけど、武器職、開発っていうのは武器を開発。だから、この日本刀にトゲトゲつけちゃおうとか、<laughs> 日本刀を長くしちゃおうとか、うん、軽くしちゃおうとかっていうのが開発力だと。 コンボを伸ばしたり、セットプレーを考えたり、うん、なんかそういうのが開発力って言われてるよね、一般的にね。そうですねそう。なんか初めて見ることが多い人が、俺はなんか開発力があるっていうなんかイメージあ、まあ、初めて,、ね、て銃を作るとか。うん。い銃を撃ってくるんですよ、格ゲーって。今まで銃がなかったのでうん、あ、そうよね、そういうことね。それがやっぱ開発力なのかなっていう、うん。 だから、その、どっかでその、なんていうんだろう、もう掘り起こしちゃったかなみたいなところが来るから、ちょっと序盤に持っとくといいスキルって感じだよね、開発力って。そうなんですよ。それよりやっぱ連動力があって、うん、せっかく開発して銃撃てるようになったんですけど、やり込んだやつがいきなり2丁拳銃で撃ってきたりするそうだから開発力ってちょっと、なんていうか、はかない。 スキルだよね。そういうのね。なんかこう、誰か、人の役に立つためのものみたいな感じじゃん。なんかゲーム強い人とはまた別のスキルですよね。そう、<に>全く、すげえ全く別だと思う力,開発力すげえ人っている,からいる、いる、全く別。そうなんですよね。だから、もしプレイヤー自身が開発力を全部捨てて、他のスキルに割り振れる、もし仮にね、ゲームみたいに割り振れるんだったら割り振った方がいいと思う。<laughs> あの他の人が開発するから、開発って別に。 コンボとかってなんか知らないうちになんか誰かがやってるじゃん、新しいコンボとか。好きじゃないですよな、ね、自分で開発するの。まあ、相当することになったんですけどね、最近は。新キャラとか使うと。第一人者になるとどうしてもそうなんだよね。うん。えー、っと。うーん。 んんなもんかな,どんなもんあるかなあ、ピーヌさん。はい、えー、まあこれラストぐらいかな。大体これで一通り人、梅原さん、翔平さん、フードさん、スタッフの皆さん、こんばんはん。えー、フードさんとパンが重要勝お疲れ様でした。私みたいな一般人には、本当の意味ではそのすごさも悔しさもきっとわからないのですが、これからも応援してます。頑張ってください。えー、さて、質問というか相談です。最近、会社を寝坊しました。 一年ぶりくらいの三度目くらいです。素直に自分が死ぬほど恥ずかしいし、情けなくなりました。寝坊の原因も深夜までゲームをやりすぎたせいでもう最低です。自分は営業で数字は十分残してるとか、人間だものとか、寝坊なんか大したことないとか、いろいろ自分に言い訳するのですが、やはりもう二度と寝坊しない。特に深夜までゲームは絶対と誓ったのに、同じ失敗を繰り返す自分のだらしなさに 軽く泣きたくなります。こんな私に何か一言いただけないでしょうかひとのけないでしょう、えー。あるいは梅原さんの寝坊のエピソードとその反省や対策を教えてもらえたら幸いです。カップコンカップ頑張ってくださいということで。フードは遅刻しないよね。俺はだから、あの、待たせたりする方が自分のメンタルがちょっと嫌なんで、うん、先に痛いですよね。うんうんうん 待つことは苦痛じゃないっていう遅刻,遅刻をしない人は多分そういう気持ちが強い人たちだよねその出しちゃいけないっていう気持ちそうそう石井、ねうん、プラはどうなのいや俺もねあの遅刻はしないようにしようしと思ってるんですけど、うん、してしまうことあるんですよあ<ー>あ一回配信番組をネット化したことがありましてあらそれは本当にやばかったっ <laughs> 申し訳なかったもうみんなありますよ 梅原さんもあるいや俺は結構遅刻王っていうかまあマシになったけどだいぶ <laughs> うーんなんかでも逆に言うとその日本人だからそう思うんだと思うよねまあきっと厳しいのかもしれないですよあの世界共通で時間にそこまで厳しいわけじゃないじゃん <laughs> 時間とは <laughs> の比べると LINE とかあるから 連絡がつく,つく遅刻は全然大丈夫ですよね。ああ、まあまあまあのー、そうね。う不安がないですもんね。どどう昔の携帯の時とかひどやばかったもんね、遅刻。そうそうそう。うん、いつまでもそれが分からないっていうのは、ね、どこどこで待ち合わせっつって <laughs>。<laughs> あの頃連絡取る手段ねえもんな。うまあ、でも寝てると、やっぱりそ,それすらも記録もつかないっていう状況になるから。うん。やっぱその時と同じ状況になるっていうのは、やっぱすげえ不安を与えるだろうなと思って、いや、申し訳ないなっていうふうに。 ちでもさ、正直その、もそっちに問題ない遅刻とさ、やべえ遅刻ってあるじゃん。まあそうっす、ね。まあゲーセンマチャセチ遅刻はもう、うん、実質遅刻なしみたいな感じですか。<laughs> 遅刻なしだよ。<laughs> ゲームやってる人そう,うん。そうのこはどこから来ないかったりしますからね。ゲーセンのマチャセチそう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 。全然来ないとかあるし。だから、その、 はっきり迷惑がかかる遅刻はまあよくないなと思うけどそうじゃなきゃ別にそんなにでもさその会社のさ遅刻したためってさなんかよく分かんないよねそもそもその定時にみんながいる必要ってないじゃんそっちの方がそういう考えの会社も今多いですけどねだからなんか風習だよねうんあのみんなでさ力を合わせて何かやるんだったらさ同じ時間にみんないた方がいいけどさ 別にそれぞれの仕事があるんだったら意味ないよね。その難しいです、ねあの。人って能力とかも多分いろんなのがあるじゃないですか。うん、なんかこう、簡単にする方が結果的にいいのかなとか、あと実力社会になりすぎるかもしれない。ああ、その何規則を減らすとそうすあ<ー>それは、まあそっちの方がいいと思うんですけど、実力社会の方うが。シンプルだよね。まあうん 辛いいいいとと思思う人が結構俺はいるんじゃゃないかなかっちゃいますだいぶでもほらなんだっけあのえー、っとうう最近でこそ満員電車なんて、まあ、トントン乗らなくなったけど昔朝からバイト行ってっていう生活した時あったんだけどその頃に俺だいぶ20年ぐらい前かなもう通勤時間がこう分けられるようになったよね、うん、昔は同じ時間にみーんな行ってたからとんでもない満員電車だったんだけど あの9時出社と10時出社みたいな感じに分かれたよね、ある,ある時きを境にね。なんかまあ、そういうのが推奨されたりしてたっていうのがあって、うん、なんかフレックス制とかも導入されたりとかもあって、まあそういうのあったのかもしれないですね。そう。まう、あ、ね、だから、まあ、要するに、同じ時間にみんながいる必要ってないよね。まあ、飲食店とかは、みんなそうとがいいのかもしれないけど。だから別に、そんなに悩む必要ないと思うけど。 悩むと遅刻するんじゃないですか。<ん>悩むと遅刻するだって、そのね、時間を寝たりゲームに当てた方がいいから、<laughs> すげえ矛盾しちゃうっすよね、どん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 。そうだね。遅刻、うん。まあでもそう、そだから、みんなが遅刻してないのに、なんでお前が遅刻してるんだっていうまあ理屈だよね。多分ね。うん、そこにプレッシャーを感じるわけだよね、結局。 まあ俺も若い時そういう世界観で生きてきてなかったんで、なんかあんまりそういうなんか同調圧力的な世界観が分かんないんですけどね、正直な話。あ、そうなの、うんまあ、学校はもちろん行ってた,行ってたけど、学校でた後はまあバイトとかはちょっとやってたけど、うん、基本的にはその実家の家業を継ぐって形になったから、なんかそれまで厳しい感じでもないじゃないですか。うん、ああ、そうだよね。うん、まあ別にすやることやってればいいっていうのがあるから。うん。ばあ、うん、ちゃんの大会が遅刻広すぎて、みんなの。 あそうなだ,だって主催,者が、ね、主催者が遅刻してくるんですよ、まず。<laughs> 3時間とか。やばいな。うああだから、もうなんかそれが普通でした。2、3時間遅れて、はい、いつも通り始まりました。まあ、それ山口さんなんですよ <laughs> でそれに合わせてそうそう、新宿勢とか都内の人たちも遅れてくるんです。ああ、なるほど。どうせ遅刻だろうみたいな。ところで、 開始時間が遅れて12時スタートって言ってみると3時ぐらいに始まったりとか普通にうちら千葉勢だからちょっと怖いから早めに行くんすよ <laughs> みたいなだその時間通りに行くんすけど誰もいないみたいな <laughs> だからそういう感じでしたね環境的にはまあゲーセンは本当にルーズなやつ多いからなでもなんかそのこの人はさ営業で結構成績残してるって言うけどもしじゃあ自分が え社長だったり管理職だったときに、誰よりも成績残してないやつが、しょっちゅう遅刻してたら、さすがにちょっと目,目につくよね。多分ね。そうは言っても。俺、だからその別に関係あんまりみんなが揃ってる必要ないよねと言いつつも、なんか気になるよな。日本人だからだかな逆にじゃないですか。自由にしてるからこそ、あの成果出してねってうんじゃないですか。だから。 そうそう、だから、なんかこう、そう、売上いいやつが遅刻してきてもさ、多分なん何と思わないんで、俺、上司だったら。うん、はいはいはいって感じなんだけど、なんか、でも、もし、全然売り上げねえやつが、遅刻してたら、せめて姿勢真面目な姿勢ぐらい見せればいいのになって思いそうな気はするな、確かに。掃除とかて踪し。本質じゃないのかもしれないけど、やっぱ人間だから、思っちゃう気がする。思っちゃう可能性があるな。 まあじゃ、あそんなところですか<い>。はい。長くなりましたけど。うん、翔平さん。はい、うん、そうだね。そうだ、ガチ君と年末。あ、見てねえや、P. V. そういえば。あの、とりあえず、インタビューは入ってないですよ。あの、取材したのは先週っていうやばいスケジューリング。

20時か。遅いな。しかも俺多分どうせ最後だろう。ういや、開幕あるじゃないですか。すか開幕？開幕、まあでも9時だったから寝ちゃうなだ。10時ぐらい寝ちゃう。諦めるかじゃ。あ、の方は始まっ久しぶりだなでもなんか10時の。